まあ今回はこれですよね。カリオストの城。えー、一応ですね、今日カリオストの城全編、全後編というふうなことでやっていきます。今日やるのはですね、アバンタイトル。一応あの、オープニングの前をですね、まず徹底的に分解するという風なことでですね、最初の謎、クエスチョンですね。まあ、世界不思議発見形式でやってみようと思います。で、次はですね、完璧なオープニングの秘密。なんであの、ルパン三世のカリオストの城のオープニングは、 あんなに完璧なんだろうと、僕だけが言ってるのかわかんないですけど、ね、<laughs> 完璧ちょっとそれの分析と、あと、まあ、ブラカリシロという名前でですねあの、ブラタモリ形式ですね。カリオストンシロという作品内の土地をちょっといろいろブラブラ回るという妄想をしながらですね、まああの、模型も作りましたんでですね、あのちょっと皆さんにどういう風な風景を宮崎駿が頭の中で考えてたのかっていうのを見てもらおうと思います。で、最後は夢の国の宮崎駿ということでですね、ちょっとあの今回の、まあ、 最初のクエスチョンに対する、あの、返答みたいなものをやってみようと思います。で、まあ、途中で、多分このオープニングのあたりまでで、えー、と、無料放送が終わっちゃうと思いますけども、よろしくお願いしますということで,ですね。えー、アバンタイトルですね。えー、カリオスソン城のアバンタイトルっていうのは、いわゆるあの、映画の題名が出てくる前の部分っていうのがアバンタイトル、アバンって言うんですけども、この話からしていきます。まず最初のシーンですね。 いわゆる東方マークが出て、東京ムービーっていう制作会社の名前が出てきて、最初の画面がこれですね。なんかビルの横にワイヤーがあってですね、で、そのワイヤーからですね、あの、金袋、金の袋が降りてきて、次に嬉しそうな顔した次元が降りてきて、その時に嬉しそうな顔したルパンが降りてくるというシーンです。で、これでですね、何かが起こっているのがわかる。で、ポイントはここの窓ですね。ルパンが降りてきている時に、この窓の明かりがパッとついて、次の展開につながる。つまり、まあ、この大きい建物からお金を盗んだ。で のののの人間が気づいたっていたうのがこの明かりの点灯になるわけで、すねで。明かりがついたら、いきなりですね、その明かりがついた建物の正体がわかるとここの真ん中にですね、モナコって書いてあるモナコの国営カジノですね、モナコの国営カジノからですね、お金を盗んできたですね、ルパンと次元がいるわけですね。で、さっきついてた明かりはおそらくこの角部屋あたりですかね、なんか多分ここら辺の。 あたりがワイヤーで降りてきたんでしょう。で、盗んできて降りてきて明かりがついて、で、一斉にいろんなところの明かりがついてお金を、まあ、盗んだ二人が走ってくる。奥から手前走ってくると。一応あの夜だというのがわかると。えー、盗んだ金額50億って言ってますから、まあ、まあもちろんドルベースで話してるわけでしょうからですね。実はこの時に6000億円ぐらい。 <laughs> ルパンと事件盗んでるわけですよね <laughs>。はいはいはい。なのでですね。実はこれもう泥棒を生涯引退できるような金額を盗んでるは盗んでる。 ですよ。一体何ドル札があったのか。まあ、だから現金だけでなくて、債券があったのか何なのかわかんないんですけど、一応50億って言ってますからですね。<laughs> ということでですね、二人が逃げていくというふうなことです。まあ、ここら辺もですね、あの、ラブホテルメグロエンペラーをモデルにしたと言われるカジノデザインも楽しいですね。<laughs> 走ってきてですね、後ろから追いかけてくるんですけども、これでまあ、登場しました、えっ、ー、と、フィアット500というですね、イタリアの車にですね、ルパンと次元がパッと乗り込んでですね、えー、逃げます。ここのところに乗ってる ちょっとわかりにくいけど、五右衛門なんですね。五右衛門の頭の先だけがちょっと見えてて、でわざわざ五右衛門のですね、残刀剣の、あのー、棒みたいに見えるんですこれではっきり書いてるんですね。絵コンテにもですね、はっきり棒を書いてくださいという指示がある。 で、これなんでかって言ったらですね、単純な話で、最初ですね、あの、五右衛門出すつもりなかったそうですね、カリオストンシロ。ルパン三世、カリオストンシロって、ルパンと次元だけでやりたかったんですよ。ところが会社の方からですね、あの、怒られてですね、意外にすると、五右衛門出せ、藤 <laughs> 子出せと言われてですね、しぶしぶ宮崎駿はですね、五右衛門出した暫徹剣ですね。なので、あの、 ところどころにですね、ゴエモンがいたという証拠を入れなきゃいけないので,ですね、<laughs> フィアットの後ろ部分にですね、ゴエモンのちっちゃい頭とですね、斬鉄剣がちらっと見えてるというのがあって、これ後のカットでも出てきます。なんとかね、藤子は本編の構造の中に入れるのを成功したんですけども、ゴエモンは最後の最後までですね、使いどころがよくわからないまま入ってると。ただそれのおかげでなんか今回の話って、焦点がぶれずに、なんかルパンと次元のうまい 相棒ものになってるというふうな、そういういいことがあったとは思うんですけどですね。で、五右衛門がいた証拠はですね、あの、悪党どもがですね、悪党どもじゃないですよね。あの、カジノの用心棒が逃げるときにですね、スパッとこう車で切れてるんですね。で、よくよく考えてみれば、こんなことできるの五右衛門だけなんですけどですね。<laughs> あまりにも五右衛門を書きたくない宮崎さんはですね、こういう五右衛門がいたっていうことをですね、なんかこう、こんな事件がありましたというのを今年が書いてないんですね。なので、まあ、あの、次回ですね、 要素の白が金曜ロードショーで放送された時に、このツイッターでですね。五右衛門、五右衛門、五右衛門っていうふうになると思います。<laughs> ということで,ですね。ルパンたちはですね。 ものすごいご機嫌でですね。あの、高速道路走ります。この次のシーンがいきなりもうこうなっててですね、すごいつんだかたったつんだかたったって音楽がかかってですね、この、めちゃくちゃ嬉しそうなですね。このルパンの顔が見物ですね。この、めっちゃ嬉しそうな顔をしてですね。で、この車もですね、運転がめちゃ荒いです。この左車線から右車線、右車線から左車線という風うに、カク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 と動きながら、後ろのおじさんがびっくりしながらですね、まあ走ってるわけですね。 ところがです、ね、これ、僕やっぱね、うまいなと思ったのが、あの、演技を車にさせてるんですね。ルパンの表情とかは割と固定のまんまなんですけども、盗みがうまくいってはしゃぐっていうのを、フィアットが、このめちゃくちゃ、大げさに書いてるぐらいでっかいですね、あの、車の間をですね、さーっと縫うように走ってたかと思うと、急にですね、ルパンが、あ、偽札だというふうに気がつくとで。気がつくと、車の速度がブーンって下がるんですね。 で、高速の端っこの路肩の方に車が、フィアットが移動して、そうすると後ろの車、後ろから車がブン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 追い抜くと。さっきまでいろんな車を追い抜いて間を縫うように前へ前へ行ってたのがですね、あっと、ルパンががっかりした瞬間に速度が本当に下がっちゃって、周りの車にバン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 追い抜かれると。こういうなんかその速度差による演技。 速度さんによる演技っていうのは同時にこれは割と作画的には簡単なんですね真横からのアングルですからこういうことでですね作画的に楽をしながら演出してるっていうこのうまさですねあのルパンのカルロスソンの城のうまさっていうのはこういうほんのちょっとした演技っていうのをみんな普通セリフとかですねそういうのでやろうとするのを全部動きだけで見せるその動きも必要最低限なその動画の手間でやって で、なんか見せ方っていうのを工夫してるところがアニメーションのこの教科書と言われているところですね。あの、偽札だと気がついたルパンはですね、捨てちまおというふうに次元に言います。これ、偽札だとゴート札だっていうふうに次元に言うわけですね。で、国営カジノにまで出回るとはなーっていうふうにルパンが投げて、よし、次元次の仕事が決まったぜマイワいにパーッとやるかっていうふうに言います。マイワいにパーッとやるっていうのがこれですね。はい。 前祝いにパーッとやるって言って、天井を開けて、えー、いきなりですね、ゴート札をバーッと捨てています。ちょっとこれ、下の方まで映してください。ここのところにですね、はい、あのちゃんと五右衛門の頭が映ってます。で、ここのところにある小さい茶色い棒が、あの、斬鉄剣ですね。はい、本当に五右衛門いるんですよ。本当に書きたくないんですよね。 ゴエモンの言葉が見えてパーッとやろうというふうなことで、ここね、見た瞬間に柵が本当に頭がおかしいぐらい大変なんですって。もう一枚一枚の札が本当にうわーっと待ってって、うわーってびっくりしたらそれどころでなくてですね、ちっちゃいフィアットからこんなに金が出てくるのかっていうぐらいですね、札束がダーッと流れ出して、で、えー、うわーっと宙に待っていって、ここからですね、オープニングの開始です。オープニングでですね、これあの、気がつきますかね。 一番最初、カジノを襲った時は夜だったんですよ。で、3人が逃げていく車、この辺りで夜空が明けつつあるんですね。もう車が走っている最中にだんだん夜が明けてると。この、なんか国営カジノの金庫破りしたのは多分午前4時過ぎぐらい。で、こう逃げてくる間にだんだん夜が明けてきて、で空が明るくなってきて、で、最後にこうお金がバーンと青空に舞っていくっていうですね。これなんかすごいダイナミックなことをやってるんですね。 と同時に、その映画全体の始まり方としては、夜の風景で金庫破りをするという暗い画面からですね、徐々に徐々に明るい話になって、すごい満員の車がぎっしり詰まってる高速道路を抜けて抜けて抜けて走っていくところから、徐々に徐々に他の車がいないところへ行くっていうですね、どんどん画面が抜けるっていうんですけども、こう見通しがいいところへ移っていくと。 こういうふうなオープニングになっています。で、ここでお金がバーッと回っていったら、チュルル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 ルというふうな形でオープニングが始まるですね。ご存知、カリオストロの城の始まりということであります。このカリオストロの城のですね、オープニングに関してはまた後でちゃんと解説しますけれどもですね、こうあの、ルパン三世カリオストロの城っていうのは、この場面転換の色味、あと構図、圧縮気味で、やや暗いところで押し込められた感じになるのか、 明るいところでこう、晴れたところでこう、抜けがいいところになるのかという変化もあるので、その辺ちょっとね、注意して見ていただければ面白いと思います。こういうふうにですね、ルパン三世の、まあまあ、見ればわかることばっかり言ってもしょうがないんでですね、今回は、あの、まあ、えー、最近僕がハマってるですね、ハマってるか、世界不思議発見方式っていうふうに呼んでるんですけど、世界不思議発見方式で、まああの、いろんなですね、この作品の中にあるミステリーを解いていきたいと思います。 このカリオストの城っていうのは、この今のアバンタイトルですね。これ公開当時からですね、熱心なファンの間で、このアバンタイトルなんか変だっていうふうに言われてたと。で、BS アニメアワーっいう番組があったんですけど、この中でも僕は、その中でも僕自身矛盾があると言ってるんですね。で、それは何かっていうと、その国営カジノ、モナコの国営カジノから盗んだお金が偽札だったと。で、 ルパンは国営カジノにもまで出回るとはなって言うんですけども、だから偽札だということです。捨ててしまうんですね。さっきみたいにバーっと。これ変じゃないかと。よくよく考えてみたら国営カジノで流通してるようなもんだから、もうそれ2冊であろうがどうか使えるんですよ。50億取ったんだから、別に捨てなくていいじゃないかと。 いや、そうじゃないんだと。まあ、中にはですね、ルパン愛が激しい人たちは、いや、ルパンは本物しか愛さないんだっていうふうにってるんですけど、じゃあ、ラストシーンでですね、藤子がですね、2冊の原版を持ってですね、バイクでガーッと逃げていくときに、ああ、藤子ちゃんって言って追いかける。じゃあ、それは何なんだと。2冊の原版は欲しいのかっていうふうなことになって矛盾してるんですね。で、これ、公開当時からいろんなですね、同人誌でもですね、突っ込まれたんですよね。なんでこういう、 矛盾があることをしたんだろうと。まあ、宮崎駿は先に映像がね、こう前提にある人だからっていうふうな人もいますし、今コメントも流れた通り、泥棒としてのプライドがあるみたいなものもあるんですけど、泥棒としてのプライドがあったらやっぱり2冊の原版っていうのも変なんですけどもですね。<laughs> ということでですね、じゃあ、次元も騙されるほどの、あの、国営カジノも騙されるほどの2冊があるんだったら、どちらかというとカイトルパンとしてはですね、その偽冊を なんかこう、すごいものとして自分で作ってもいいはずなんですね。ルパン自身が2冊を作ったら、いわゆるテレビシリーズのルパンだったらありそうな話になるんですけどもですね、なんでそうじゃないのか、なんで捨てちゃったのかですね。これをですね、今回のクエスチョンですね、謎としてやってみたいと思います。まあ一応あの、今回の放送のラストまでで、この謎をですね、僕なりにこうであ、あ、こうなんだなっていうのが分かったのでですね、話してみようと思います。このミステリーちゃんとですね、 僕見たところには理由があるんですね。で、それはなぜ宮崎駿がカリオストの城という映画を作ったのかに隠れていたというふうに僕は考えます。そのヒントとなるのがですね、えー、宮崎駿自身のルパン三世カリオストの城が公開された翌年ですね。1980年の10月、ちょうど1年後にですね、アニメージュという雑誌での発言です、えー。現実の世界に取り残されたルパンに一体何ができるだろう。せいぜい少女の心を盗むぐらいしか残されていない。 このなんかネガティブ発言ですね。少女の心を盗むというのは何のことかっていうと、銭形警部がもう映画のクライマックス、最後の最後で、ルパンは大変なものを盗んでいきました。あなたの心ですっていうふうに言ったんですね。で、これが一応大感動のセリフというふうなことになってるんですけども、実は宮崎駿にとってみれば、ルパンっていうのは少女、せいぜい少女の心を盗むぐらいしかできないちっぽけなやつなんだ。 それはなんでかと,いうと現実にもう残されてしまったからなんだっていうふうなことを言ってるんですね。なんでこんな、まあ今病んでるっていうか、コメントがあったら、その通り病んでるっていうかですね、善意型のあなたの心ですっていうのに感動した人には、この宮崎駿のこの絶望感っていうのかな。なぜこの作品を作ったのかというのはなかなか伝わりにくいと。どういう思いでカリオストの城を作ったのだろうかっていうのをですね、今回見ていこうと思います。そのためにですね、えー、まず宮崎駿。 カリシロ年表というのを作っていました。はい。もうね、毎回ね、このね、宮崎駿の年表、ジブリ年表はね、作るたびにだん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 長くなるんですけれどもですね。まあ、1941年生まれ学習院大学を卒業して、東映動画へ正社員採用で入りました。正社員という枠が、まあ、当時あったかどうかは別として、まあ、いわゆる社員枠として入ったわけですね。で、65年から68年に3年がかりで高畑勲の下でですね、太陽の王子ホルスを作って、 で、71年ですね。このホルスの後ですね、71年に東映を退社して長靴下のピッピのを作るために A プロ。で、原作者の OK が出ずにルパン三世テコ入れに参加。これがテレビ版のルパンです。で、その下ですね、えー、72年から73年パンダコパンダの劇場を2本作って、随様、後の日本アニメに入りですね、アルプスの少女ハイジの準備にかかります。で、74年にですね、ハイジが放映したら、 これがまあ、初めての商業的な成功。その後、母を訪ねての三千里というふうなことで、まあ、あの、アニメ界ではもう本当に知る人ぞ知るというかですね、まあ、知らない人がいない状態になりました。で、1977年初、監督作品、テレビでの監督作品、未来少年コナンの準備に入って、78年コナン放送。その後ですね、テレコムという会社に移籍して、夢の国のリトルにも、というですね、 プロジェクトに参加して高畑勲らと共にですね日本側の監督候補となって日本とアメリカとの間を往復します何度も何度も往復しますでこの間にですね1979年にカリオストン城を公開してっていうまあ大体この一番下のこのその次の下の82年ニモに嫌気がさしてテレコム退社この辺りまでがですねルパン3世カリオストン城に関わる 宮崎駿の年表ですで今回はですねこれをこう見ていこうと思います最終的なゴールは何でルパンが金を捨てたかなんです2冊を捨てたかなんですけどもそもそもじゃあルパン三世カリオスソン城っていうのはどういうアニメなのかっていうのを理解するには テレビ版の宮崎駿がテコ入れに参加したルパン三世っていうテレビシリーズを知らなきゃいけない。で、そのテレビ版のルパン三世を知るにはですね、原作モンキーパンチのですね、ルパン三世。これ読んだ人本当にどれぐらいいるのかなって思うんですけども。絵柄的にはですね、こんな感じなんですね。かなり細かいです。当時ですね、劇画って言われるのがですね、まだ見せ方が確立してなかった時代なので、1ページごとの情報量がすごく多いんですね。 これはあの、銭形警部ですね。で、銭形警部がいてですね、この中にルパンちゃんといるんですよ。わかりますかこいつがルパンなんですけども、ルパン変装して入ってるんですけども、はい、この眼鏡かけたこの兄ちゃんですね。こいつがルパンなんですけども、ルパン初登場、これ第1話なんですけども、かなりね、おしゃれな絵柄です。で、おしゃれなのも当たり前でですね、モンキーパンチっていう人はですね、あの、アメリカのですね、マッドっていうサブカル雑誌があるんですそのマッドの、あの、常連、 寄稿者であったです、ね、あのモート・ドラッカーという人にすごい影響を受けてるんですね。でこれがモート・ドラッカーの絵柄なんですけどもあのルパン三世の絵にすごく似てる、まあ、何かっていうと女の人の人太太ももとかををく描いて、ウエストを極端に絞る。手のひらとかです、ね、足これあの靴とかです、ね、手のひらを見てもらえばわかるんですけどもものすごくですねあの末端肥大書のように足とか手のひらが大きいんですね。でこういうふうな書き方をしているところにモート・ドラッカーの特徴がある。 このモートトラッカーの特徴をですね、なんか日本人なりに漫画の形、コマ漫画の形に落とし込んだのがモンキーパンチです。ルパン三世、ね、漫画版の方はですね、まああの、漫画娯楽ですね、1967年から69年、2年間連載してたんですけども、あの、割とね、モンキーパンチの代表作になりました。というか、あの、モンキーパンチという名前自体が、あの、漫画娯楽の当時の編集長がですね、剣月岡とかですね、なんかそれと同じくですね、なんかね、その、ま、漫画娯楽の編集長は変な人だったらしくてですね、お前の <laughs> 名前は、何とかだっていきなり決めちゃうんですよね。なんかエンタの神様のプロデューサーみたいなタイプだったらしくてですね。で、モンキーパンチさんはモンキーパンチの名前なんか嫌だったんですけども、まあ別に、こんなルパン三世ってなんて漫画もすぐ終わるし、いいやと思って、で、な、あの、変えたらですね、そしたらそれが代表作になってしまったんで、以後、モンキーパンチの名前を変えることができずに現在に至ってるんですけどもですね、人気が出てすぐにアニメ化が検討されました。 このアニメが検討されたなが、あの流れはですね、このリトルニモの野望っていう大塚康夫さんが書いた本があるんですけどもですね、これなんかすごい本ですからですね、まあぜひとも買ってください。ここからエピソード引っ張ってきます。当時ですね、白黒アニメがようやと始まった時代で、フジテレビで鉄腕アトムがヒットしたと。フジテレビにまあ遅れるなとばかりパニックになった TBS はですね、我が社もとあのアニメを作ろうとするんですけど、誰もアニメの作り方がわからない。なぜ東映動画はテレビアニメやらないと言ってるし、唯一作れる虫プロは鉄腕アトムで提供し いいっぱなんですね。なので社員の友達単なる社員の友達で人形劇団をやってたですね藤岡豊っていう人にですね声をかけて「アニメ作ってくれ」と言ったと。藤岡とかはそれでですね東京ムービーっていうルパン撮影作ることになった会社なんですが東京ムービーで会社を作ったんですけども発注がもうとにかく作ってくれだったんで会社設立類先に。 あの、ビッグ X ってアニメをですね、オンエアしたっていうぐらいもう本当にバタバタ状態だったそうです。その次にですね、ビッグ X がヒットしたんで、初代お化けの Q 太郎ですね、東京ムービーは作り出します。で、このお化けの Q 太郎を作るときにはもうアニメーターが、 いないのでですね、えー、虫プロとかですね、東映動画の会社の出口で待ち構えてですね、出てきたアニメーターを本当に袖引っ張って裏口に連れてって、いくらでどういくらでどうというふうに金をその場で払って引き抜くというえげつないことをしたそうです。<laughs> そんなことをえげつないことをされたアニメーターマネーネーターでですね、東京ムービーにお化けの九太郎のところ行くんですけど、お化けの九太郎のですね、動画用紙の書き方をものすごいごまかしたそうなんですね。もう普通に九太郎を書けばいいところですね、全員が素人のいいことにして、 この胴体だけ描いて、別セルに手だけ描いて、別セルに目だけ描いて、口だけ描いて、合計6枚で請求書を出してもですね、この時代、バンバン通ったそうなんです。で、それでものすごいアニメーターを大儲けをしたそうでですね、後にこういうアニメーターを集めて首にするのが大変だったっていうふうに、大塚さんが語ってるぐらいですね、有名なですね。だから、昔からアニメーターは虐げられたっていうふうによく言われてるんですけど、そんなことはない。 ええと、もうとことんエグいことをやっていたですね。<laughs> なかなかたくましい時代だったんですね。でですね、東京ムービーはですね、そのビッグ X とですね、お化けの9太郎の次にカラーで始めたですね、巨人の星ですね。これがもう大ヒットします。で、巨人の星の大ヒットしたので、そのまま続くですね、ルパン3世でですね、大人向けのアニメというのを狙いました。この当時、どんな状況だったかっていうとですね、1968年、本当にね、ルパン3世が連載してる最中に、 大塚康夫さんですね。このカリオストの城でも作画監督をする、まあおじいちゃんのアニメーター。今でもおじいちゃんアニメーターでいい味出してるじいちゃんなんですけども。で、未だに現役のアニメーターなんですけどもですね。<laughs> この人がですね、千葉の船橋でサー,あのサーキットに出ていた。 サーキットとは何かというと、あの、ミニカーのサーキットじゃないんですよ。本当に自分の車をですね、レース場に持って行って、ぐーっと走ると。このルパン三世が、あの、本編の中に載ってるフィアットという車、これ何かっていうと、あの、大塚エ二さんの本当にその時に乗った愛車なんですけども、これに乗ってですね、千葉までガーっと走ってって、で、レース場に行って、ぐんぐん走っててですね、まあ、勝った負けたというのをガンガンやってたそうなんですけど、その時にですね、 なんか、いつも近くに座る変なおっさんがいると。まあ、怪しいおっさんなんですよ。もう、あの、薄茶色のサングラスかけてですね。目が細くて怪しい人が出てですね。いやーレースすごいですね。とか、お仕事なんですかアニメやってるんですかはあ、日本のアニメはダメですね。こんな自動車がかけてないな。とかですね。あなたもアニメーターだったら自動車かけるかな。いや、でも本当のこんなレース、迫力あるようなレース、あなたにはかけないだろうな。日本でかける人いるのかなというふうにです、ね、大塚安をバン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 追い込んでいくわけですよ。で 大塚安は、なんだこの怪しいじじいと。実はこれがこの藤岡豊、東京ムービーのですね、社長のですね、勧誘というかですね、例の虫プロの出口にいて、出口にい引っ張ると全く同じで、大塚安を一本釣りしようとしてるんです、ね。当時の東映で働いていた大塚安を、なんとかしてこのルパン三世に引っ張っていきたいというようなことでですね、一本釣りをしてです、しようとして、毎週のようにですね、自分は全然興味のないオートレースに出かけていって、こう小さく小さくあの大塚安にずっと 声をかけた。で、大津源層は本当にこいつは怪しいけど面白いってことで、だん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 興味を持つようになってしまいます。しかしですね、まあその時すでに同じ人形劇仲間のです、ね、大隅正明っていう人をルパンのですね、監督に誘ってたわけですね、すでに。でも、そのルパンですね、なかなかスポンサーも曲も決まりません。もうなんせ大人向けのアニメを作ると言ってもですね、そんなニーズがないんですから。アニメというのは子供向けで十分視聴率ですね、どんなくだらないアニメでも 当たり前のように20%、30%という視聴率を取ってた時代なんです。面白いアニメだったら40%。つまらないアニメでも20%取った時代だから、もう誰も別に無理して大人向けのアニメ、特に手間かかったりですね、PTA から苦情が来そうなことをやってもしょうがないわけですね。で、スポンサーも局も嫌がったと。その間にですね、この藤岡豊さんという人はもうなかなか活動熱心な人で、ムーミンの原作権を取ってしまいます。これなんでかというとですね、 そのビッグ X、徹子さんの漫画、ええー、お化けのキュータ太郎、藤子不二雄の漫画、巨人の星、川崎登の漫画と、漫画原作をアニメしてたんだったら、ずっと日本の出版社が権利を持ってしまって、金が儲からないと。もっと大きいビジネスをしたい、海外にも売りたいと。そうなると、児童文学というのを日本のアニメでやろうというふうなことを、早くから考えた人なんですね。なので、ムーミンのあのアニメ家権を手に入れて、 まず先にムーミンを作った。で、大塚さんとかもですね、ムーミンに参加したわけですね。結果的にそのムーミンやったということが気に入って、あ、もうこの投影動画には先はないわと思った宮崎駿、高畑、勲の両名は、結果的にですね、後に東京ムーミン、この藤岡さんの会社の子会社のエイプロに入ることになるんですけども、そこでですね、長靴下のピッピを作ろうと、ちょっと話が。 飛んじゃうんですけども、結果的にですね、あの、宮崎や高畑はですね、さっきの年表で言ってた通り、東映を退社長津しさんのピッピ制作のため A プロに入ると。それはでも原作者の OK が出ずに、ルパン三世、テコ入れに参加という大きい流れになります。 えー、宮崎高畑が長渕下たのピッピがまだできると思った。原作者の OK が出ないとはまず思わなかったんですね。まあ、権利交渉やってて、なかなかいけそうな手応えだったんですけども、という時にですね、あの、ようやっとテレビ版のルパン三世が動き出しました。で、宮崎さんはですね、ルパン三世、興味はあるんだけど、まあ自分の作品じゃないというふうに思ってたんですけども、 大角さんのです、ね、お先に言った大角正明さんという人の監督でルパンが始まりました。大角さんのですね、やりたかったルパン3世、テレビ版のファーストシーズンのルパン3世ですね、白毛世代の人物というふうにキャラクター設定されています。で、どういう意味かというとですね、ルパンはフランスの貴族の末裔なんですね。おじいちゃんのルパン1世が大泥棒アルセーヌルパンでですね、大金持ちなんですよ。で、この莫大な資産を受け継いでるからですね、 実は泥棒なんかしなくても構わない。それよりは退屈しきってるから遊びたいと。泥棒が失敗しても全然気にせずにあーっと笑ってて、女だ、ギャンブルだ、酒だっていうふうな、その日その日楽しいことに、もう、老けてるっていうのを大角さんが提案しました。これはですね、あの、スポンサーにもようやっと受けられたんですね。なんでかっていうとですね、スポンサーとして決まったのがですね、あの、関越声喉に浅田飴で有名な浅田飴だったんですよ。で、浅田飴としてはですね、まあ、 まあまあなんか、お菓子会社か製薬会社かってまあ製薬会社なんですけど、浅田アメとしてはですね、自社が提供するアニメーションで泥棒が主人公で、毎回物を盗むというわけにいかないんですね。なので、ルパン三世で泥棒なんだけども、まず人を殺すのはやめてくれと。で、次に、物を盗むのもやめてほしいっていうことだったんです。なので、ルパン三世は泥棒するんだけども、毎回失敗するとかですね、意味がないものを盗もうとするというふうなことに、 なっちゃったんです。だから、これがこのテレビ版のルパンの初期設定で、それがね、未だにこう続いてるは続いてるんですね。だから、ルパンってシリーズでなんか泥棒なんですけども、ほぼ泥棒が成功したシーンがあまりない。オープニングでなんかこう宝石持ってヘリコプターにバラバラバラって乗ってるんですけども、ああいう瞬間はあるんですけども、だいたい成功しないかなんかっていう回になってるんですよ。そういうふうな構造になってるんですね。でも、それでも構わない。なんでかっていうと、 貴なので、この時にですね、書かれたルパンは、あの、ちょっとね、あの、僕が思ってる絵が見つからなかったんですけども、ルパンを作るにあたって巨人の星のスタッフをそのまま連れてきたんですね。 なので、お疲れさんはめちゃくちゃ苦労します。なんせ、巨人の星はこのあの、昨日まで書いた人だから、みんなこう、まっすぐ立っちゃうんですね。で、ルパン三世は、そうじゃないです。あの、体の重心を崩してくださいって言ったら、必ず、片一方の足だけに重心を置いて、こんな感じで、斜めに立っているような感じでお願いします。ほっとくと、とにかく巨人の星のスタッフは、まっ直ぐすぐスッくと立ってしまうから、そうじゃなくて、こう、ぐにゃっぐにゃっと曲がりくねったような感じで、 あの、椅子に座ってる時もまっすぐ座るんじゃなくて必ずこういうふうに崩してくださいっていうふうにもうくどいほどくどいほどお願いしてですね、アニメーターに書かせてるんですね。そうやってなんとかそのルパン三世っていうのをですね、テレビのアニメでやって放送したんですけども、さっきも話しました通りです。当時、面白いアニメだったら40%なんですよ。 で、つまんないアニメでも当たり前のように20%を超えた時代に、ルパン三世第1話の視聴率9%だったんですね。で、回を追うごとにさらに落ちて6%になるんですよ。第2回か第3回で。 で、これにはですね、その、大人向けのアニメを作ろうというふうに意気投合していた広告代理店がまず最初に文句を言って、次に、ね、朝ダメンもなんだこれはというふうなことになって、大隅さんを呼んでですね、対策会議を開きます。ところが、監督の大隅さんはですね、いや、最初から話してる通りだと、これ大人向けのアニメなんだからと、大人はそんなもともとアニメなんか見ないからという道で終わって、9%も全然構わないというふうに言うんですけども、 スポンサーも局もそれでは納得しないというふうなことで、大角さんはです、ね、怒って、それ以降、打ち合わせに一切参加しなくなりました。つまり、第6話から第7話あたりで、事実上監督が不在の状態になってしまったんですね。で、そこで監督のですね、藤森さんが目をつけたのが、宮崎駿と高畑勲ですね。ちょうどその時にですね、長靴下のピッピの原作者から脳、NO、が出て,いてですね、まさに東京ムービーっていうのはですね、倒産状態にあったんですね。 準備に3年間もかけたルパン三世がですね、まず視聴率6%になってしまった。長編としてやるはずだった長靴下のピッピがですね、原作者の脳が出たと。どういうふうにすればいいのかわかんない。とりあえずなんとかするしかないというふうなことで、高畑宮崎をですね、無理やりルパン三世第一シリーズのですね、テコ入れとしてですね、入れます。多分あの、視聴率を取るための テこ入れとして、歴史上一番向いてない二人だと思うんですけどですね。<laughs> 入れられたらですね、その、まあまあ二人とも真面目だからですね、あの、仕事するわけですね。あの、宮崎駿はですね、ルパン三世っていうのを徹底的に改造しようとします。どんなふうに改造しようとするのかというと、 フランスの貴族というのをやめるんですね。金持ちで退屈してるから盗みを遊びでやるというルパン三世の設定を綺麗に入れ替えて、なんかこのなんか面白いことはないのかというふうに目を魚つかせてるイタリアの貧乏人。フランスの貴族からイタリアの貧乏な若者っていうふうに話を入れ替えちゃうんですね。で、その時にルパンが乗っていた車がこう第一シーズンですね。これはあのベンツ SSK っていうですね、 あの、自動車なんですけども、えー、このベンツ SSK っていうのはですね、まあ、めちゃくちゃ今高いんですよ。今っていうか当時からも高いんです。で、なんでかというとね、確かね、30台ぐらいしか、あの、作られてないんですね。で、30台ぐらいしか作られてなくてですね、で、おまけにこのルパン三世が乗ってる SSK はですね、フェラーリの12気筒のエンジンを積んでるんでですね、 エンジンの価格を含めたら大体15億円ぐらいする自動車なんですよ。こんなのに乗ってるはずがないと。ルパンっていうのはこういう贅沢を散々やって、もう飽きてると。 散々やって、もう飽きてるから、ルパンが乗ってる車なんて動けばいいんです。それがいいですって言って、窓の外にたまたま駐車していた、大塚康夫さんのですね、愛車のですね、<laughs> フィアット500個を指差して、あんなポンコツの車がいいです。<laughs> 宮崎さん、あれ俺の車だよっていう、ね、やりとりがあって、結局この車になったんですね。なので、ルパン三世シーズン1の第16話ですね、宝石横取り作戦で、これあの、藤子が乗ってきた車を、 最後逃げる時にルパンがそのまま乗ってきて、以降ルパンの愛車ということになるんですよ。だから、あの別にフィアットってカリオストの城から使ったんではなくて、ルパン第一シリーズでですね、すでに1971年の段階で宮崎駿が手こ入れの時から、もうルパンの愛車はこれだと。いつまでもなんか高級な酒を、シャンパンを飲んで、世界に何台しかない名車に乗ってっていうのはダサくてしょうがない。そうじゃなくてこういうのに乗っててハングリーなルパンっていうのを書きたいというようなことで、 ルパン三世というのは路線変更することになったと。 でも、もともとの貴族の設定も残ってるから、第一シーズンはそれが何かね、うまいことごちゃ混ぜになって不思議な魅力になってたっていうことなんですね。まあ、宮崎駿は当時ですね、ワルサー P38 という拳銃なんて、ドイツ軍の正式な拳銃だ、イコール何十万兆何百万兆も使われてんだと。そんな量産品の安物の拳銃を使ってるのが貴族であるはずがねえだろうと。<laughs> フランス人だったらワルサー P38 使うなよっていう、というようなまあまあ文句をつけながらですね、この、 あと、その人物に深みがないというのもですね、すごい宮崎駿は攻撃しました。ルパン3世というのはもともと大隅さんが考えたんではですね、トムとジェリーだと言ってたんですね。トムとジェリー仲良く喧嘩しなで、ジェリーというネズミが逃げて、トムという猫が無きになって追いかけると。だから、ルパンが逃げて、銭形が無きになって追いかけるというコメディーをやろうとしたんですけども、宮崎駿はこれも大嫌いで、 もう、そんな当たり前のことを今更やってどうするんだと。それでテレビシーズンが何本も作れるかと。そのもう5分のアニメ1本や2本だったともかく、トムとジェリーで、俺や高畑勲が青春を燃やすことができるはずがないっていうふうに言ってですね。<laughs> この辺ですね、その人物に深みがないからとか、単なる追いかけっこはダメだっていうのは、カリオストロの城ではなくてですね、すでに1971年の段階で宮崎駿はすごく強く主張してたんですね。その時にですね、はっきり宮崎駿が、 ルパンが面白かったのは1968年の連載当時であって、1971年。もう彼の居場所はどこにもないっていうのを当時からずっと語ってます。企画書にも書いてるぐらいです。もう一回ですね、ちょいとだけ年表に戻りまして。まあ、この後ですね、ルパンさせてテコ入れに参加した後、70年、73年からパンダコパンダに参加して、随様に遺跡、廃止の準備して廃止っていうふうな流れになるわけですね。 アルプスの少女ハイジと母を断絶三千0里やったところで宮崎駿はですね、ちょっとね、自分のアニメーターとしての歴史にあの疑問を覚えるんですね。っていうのは、太陽の王子ホルスの頃から宮崎駿っていうのはイメージボードを書いて出してた。そうすると高畑勲はそれを採用してくれたと。 それはもう昔から宮崎駿のやり方なんですね。どんな仕事であろうと自分が面白いと思ったシーンをまず絵にして圧倒的な画力、イメージ力でどんどん見せてしまう。上の人間を見せる。そうすると監督というのはそれを採用せざるを得ない。そうするとストーリーがもう全部変わってきて作品が自分のものになってくるというのはこれも宮崎駿が最初からやったことなんですよ。ところが、アルプスの少女ハイジと母を訪ねて3000里で初めてそれができなかったんですね。高畑伊佐にいいように扱われたんですよ。 あの、それまでは高畑さんがこんな作品を作ろうって言っても宮崎さんがものすごいボード書いてきた高畑伊佐それかっこいいじゃんか出そうよっていうようなことでどんどん変わってきたのが、<laughs> ハイジと三千里っていうのはもう元のストーリーがあって、で、高畑伊って本当に原作を大事にする人なんでそこを曲げなかったんですね。で、宮崎駿はものすごく働いたんだけど、それは高畑伊のイメージをなんだろうな、膨らますための道具に使われた。それで本来言えば本望なんだけども、なんかこれまでの わがままを入れた立場ではないと。なんかね、僕もね、これわかるんですよ。あのね、僕昔、SF 大会とかやった時に、トップに立つのがすごい嫌だったんですね。実行委員長とかですね、代表とかになるのがすごく嫌で、そうじゃなくて2番目、3番目ぐらいで、 なんか好きなことを言っていて、それを採用させてっていうのがすごい好きだったんですよ。で、後で聞くと、赤い高みもそれが大好きで、赤い高みは僕に対してそれをやってるわけですよ、ね。<laughs> あとあの、山がもそうなんですけども。やっぱみんなそうなんですよ。もう一番上に、だから社長とかプロデューサーというのを置いて、それに対してクリエイターしてのわがまま散々言って、採用されたらラッキー、採用されなかったら文句言えばいいっていうポジションが、やっぱクリエイターというのはすごい楽なんですね。宮崎駿も その立場でずっと言ってたんですけど、ついに高畑伊がですね、宮崎駿の使い方っていうのをわきまえてしまって、歯を立てて0 0人と排除で宮崎駿を使いこなしてしまったんですね。それでですね、その1977年に NHK から話があった時に未来少年コナンで、自ら監督するっていうことに乗り出したんですね。こうやって 自分はやっぱり一スタッフになってしまうのか、自分がやりたいイメージっていうのをどん,どんどん映像化するには自分が監督しなきゃダメだなというふうなことで、77年に未来少年コナンというのを作ります。ところがですね、コナンをやった時にですね、まああの、これはあの、ラピュタの時にも話したと思うんですけども、えー、宮崎駿はまたですね、ジレンマにぶつかります。というのは、 コナンで監督をやるとですね、友達が描いたカットにボツを出すんですねで。具体的に言うと、ずっと親友として一緒にアニメーションを作ってきた年上の大塚康夫が描いたカットにもボツを出す。 で、大塚さんが俺にもラナ書かせてくれよって言ったら、いや、大塚さんはラナを書いてはいけないと。大塚さんはジムシーを書いてくださいっていうふうにですね、なんか親友の頼み、これ、大塚さんがマジでラナ書かせてって言ったんですけど、宮崎駿はラナだけは俺が書くって言って、書かせてくれなかったんですよね。で、こんなことがやっぱしょっちゅうそこら中であったもんだから、宮崎駿は、それですごいへこんで、どん,どんどんどん友達が減って、僕にはもう今誰も友達がいません。というふうなことで、コナンが終わった後ですね、 まあなんかやりたいことをやりきったというのもあるんですけども、高畑さんのところに頭を下げてですね、パクさん手伝わせてくださいということで、次のですね、赤毛の案に手伝いに行くんですね。で赤毛の案で単なる一スタッフとしてやろうとしたんですけども、前も話した通り、赤毛の案に入った宮崎さんはですね、その初日に隣の席に座ってるアニメーターにそれは違うって言ってこう書き直したりして、まあ偉いことになったそうなんですよ。何よりでも、赤毛の案に宮崎駿が、 没入できなかったのはですね、近藤義文。まああの、ファンの間では近藤気分って言われている方ですね。えー、耳をすませばの監督やった人なんですけど、この近藤義文さんがですね、高畑勲のもう相棒になっちゃってたんですね。もう赤毛のンは最初からこの近藤義文ありきの作品で、作画監督は近藤義文っていうことで世界ができてると。昔のような、俺が無茶な提案をして、高畑さんがそれを採用してくれてっていうような時代は、 もう違うんだっていうふうに宮崎駿は思ってしまって、もう俺の場所はどこにもないと思ってたんですね。この近藤義文さんっていうのはですね、ちょっとまあ余談になるんですけども、本当にアニメーションの申し事が天才でですね、高畑伊がホタルの墓、宮崎駿が都販のトトロを同時に作った時あったじゃないですかで。この時にこの近藤義文の取り合いになったんですね。高畑伊は、他には誰もいらないから、コンちゃんだけ欲しい、と近藤ー文のこと、コンちゃんだけ欲しいっていうふうに言ったら、宮崎駿が、コンちゃんが家に入ってくれない、ト,トロやってくれない。 やっってくれないんだったら、「俺は監督降りるっていう大喧嘩になって、大喧嘩と言っても、この二人顔を合わせて大喧嘩しないんですよで。両者ともですね、鈴木敏夫に向かって喧嘩を振るということになってですね、<laughs> 鈴木敏夫は、もう最後の最後、宮崎さん、あなたは絵が描けるじゃないですか。高畑さんに絵が描ける見方を一人ぐらい作ってあげてくださいよということで、宮崎駿を大説得してですね、で、この宮崎駿が、こんちゃん以外誰もいらないって言ってる間にちゃっかり、安野秀明もですね。<laughs> 高畑さんに取られてるっていうですね。ら <laughs> いことになってたんですけどす結局まあ、それぐらいですね、取り合いやったんですけど、まあそれがあの、近藤さんという人です。赤毛のンで,でですね、その近藤さんと高畑さんが組んで仕事をしているというふうなことを落ち込んでる時。 ちょうどその時にですね、テレコムというですね、全く新しいアニメ会社が生まれようとしていた。このテレコムが、ルパン三世カリオストの城を作る作画スタジオです。ここですね、やっと年表のここまで来ました。コナン放送、テレコムに移籍。夢の国のリトルニムに参加、高畑と共に日本側監督候補になって日米を往復。その後にカリオストの城になるんですね。この、まあ1年間の間に何があったのかです。 まあ僕はこれあの歴史の歯車が動き出したというふうに呼んでるんですけども、ついにですね、ハリウッドが宮崎駿という巨大な才能に気がついたのが、この夢の国のリトルにも事件なんですね。実はですね、宮崎駿はですね、このルパン三世カリオットンシというのを映画の監督をするつもりは全くなかった。ルパンは第一シーズンでやり尽くしたというふうに言ってたんですよ。で、それよりも夢の国のリトルにも、ニモと呼びますけど、ニモのですね、ハリウッドの合作アニメ、予算55億円です。 プロデューサーにはですね、ジョージ・ルーカス、脚本はレイ・ブラッドベリーというとんでもない作品だったっです。これのですね、監督を予定してたんですね。さっきのですね、悪徳プロデューサーというかですね、藤岡さんがですね、長靴下のピッピの原作ノーと言われた時から、もう次の作品っていうのを準備してたんですけども、アメリカに行ってハリウで成功しようと、日本でいくらアニメを作っても、やっぱりアニメっていうのは日本の社会の中で見た、こんなに視聴率を取ってんのに、 全然評価されない。誰も金持ちになれない。で、これは間違ってることでハリウッドに行こうとします。ディズニーはちゃんと成功してるじゃないかと。テスコさんも、タツノコプロも、まあ、あの、講談社のアキラにしてもみんな同じことを言ったんですよ。あの、ハリウッドに行って日本のアニメを認めさせてやったんですけども、ただ歴史上、本当にハリウッドに行って、ハリウッドで、えー、家を、 借りて、大豪邸を借りてですね、そこに住んで、アメリカ側のスタッフと何年間も交流して、実際にアニメを作ったのは、今のところ歴史上この藤岡豊、ただ一人なんですよ。あの、茶色のサングラスの細い目の怪しいおっさんなんですけどもですね、ただ一人なんですよね。で、この人だけがやったんですけど、それが撮ってきた原作っていうのが、 夢の国のリトルにもです。夢の国のリトルにもっていうのはですね、ニューヨークに日本社のあるヘラルドトリビューンの日曜版に毎週掲載された漫画で、まあ、1ページのカラー漫画なんですね。 で、この一番上の細いところはですね、リトルニモ・イン・スランバー・ランドっていう、夢の上のリトルニモ、これがタイトルです。で、毎回毎回ニモが不思議な夢を見ます。で、これ何かというと、ベッドに足が生えて、どんどん伸びて、外に出たらですね、その、どん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 その足が高くなって、最後はビルを乗り越えて、で、ビルのなんかこう、足がこんがらがっちゃって、ベッドから落ちて目が覚めるっていうですね。こんな単純な漫画なんですけども、めっちゃくちゃ人気あったんですね。実は、 アメリカの漫画の歴史上一番人気があった作品というふうに言われてます。で、1ページで全部終わって、毎回毎回ラストシーンはニモがベッドから落ちると、ニモが見てた夢なんですって落ちなんですけども、まあとにかくあらゆるお話のバリエーションがこの中にあってですね、すごい人気があるので、多分これがアニメ化されたらミッキーマウスよりもよっぽどヒットしたというふうに言われてるんですね。 この時のですね、この藤岡豊さんはものすごい神がかっててですね、何がすごいかって言ってですね、この原作を撮っただけではなくてですね、スタッフとしてディズニーの このファンタジアとかですね、白雪姫の時代のアニメーションをしていたですね、え、ナインオールドメンって言われる、9人の老人と言われるですね、も白雪姫かと思うんだけど、九人の老人と言われる名アニメーターがいるんですね。で、このフランク・トーマスとオリー・ジョンストンって、まだ生きてる、この2人をですね、まずスタッフとして参加させることに成功した。で、次にプロデューサーにですね、ジョージ・ルーカスを呼んできてですね、え、脚本にさっきも言ったように、レイ・ブラッドベリーを書かせてですね、おまけに日本側の え、スポンサー、金を出すスポンサーですね。例のサラキンのアコムを連れてきたんですね。で、このアコムがですね、事実上、もう金の蛇口と化してですね、何ぼでも予算を出してくれるんですよ。で、これに対して日本側のアニメーションスタッフ、アメリカは技術的にアメリカのアニメーションを教えるということで、ナインオールドメンを出すんです。実際に作るのが、宮崎駿、高畑勲、で、さっきに言った近藤気分ほかですね、もう本当にありえない日本のスタッフをですね、全部ハリウッドに連れていてですね、で、ナインオールドメン このですね、アメリカで,ですね、高畑宮崎の実力を知らせるためにですね、カリオストの城と、ようやく完成したカリオストの城と、その後に完成したジャリンコ知恵のですね、字幕版っていうのを作ったんですよ。で、これを藤岡さんはハリドに持ってって、当時のスタッフたち、もしくはハリドの業界人たち、映画作家たち、ついにはですね、アニメーションに興味がある人、関心があるテレビのプロデューサーとかに、見せて見せて見せて見せまくったと。で上映 とにかくそのナインオールドメンはですね、一目見てですね、カレオソの城を見て、これ俺たちが教えることが本当にあるのっていうふうに言ったぐらいですね、<laughs> カレオソの城のレベルが高い。で、偶然ですね、カレオソの城を見ることになったスティ,スティーブン・スピルバークは未だにですね、俺がカーチェイスシーンを撮らないのはカレオソの城に勝てるはずがないからだって言ってると、全部この時の藤岡さんの、とりあえず相手を選ばない、 社会が原因なんですね。で、後にピクサーをあの作ってですね、まああの大映画監督になりプロデューサーになるジョン・ラセーターもこの時にですね、最初はディズニーに入社してアニメーションを作りたいと思ったらですね、この上映会に巻き込まれて見た瞬間にもう俺は宮崎駿の弟子になるというふうに決めちゃったと。<laughs> まあこういうことだったんですよ。だからアコムがその時に出した予算、これ55億円というふうに言われたんですけども、この55億円の予算がですね、ちゃんと使われていて、 プロデューサーもですね、スタッフもちゃんと稼働していたら、おそらく1980年ですね、カリオストの城の次の宮崎駿の作品は、リトルニモになってたんですよね。で、そうしたら、もののけ姫が出ですね、アカデミー賞を取るのが1997年なんですけども、おそらくですね、それより20年近く早く宮崎駿はですね、ハリウッドという場で才能を解放できたはずです。結果としてですね、ニモは、 この後ですね、迷宮入り、迷宮入りとかですね、あの、迷路に入っちゃってですね、完成までに10年かかってしまうんですね。で、その間に初期メンバー、今言った豪華なメンバーのほとんどは抜けてですね、無限にあると思えた制作費55億円も全部使い切って、追加でアコムが用意した10億円も全部使っちゃって、最後は宣伝費すら残っていないと。宣伝費しか残ってなくて、ようやくできたフィルムなので、 アメリカ中の映画館で書けたんですけども、興行成績は散々ですね。あの、4億5千万しか稼げなかったというふうに言われてます。ということで、大失敗作というふうなことになってしまった。後に、アメリカでいろんな賞を取ったんですけども、まあ、カレオスの城と同じですよね。全然成功しない作品になって、藤岡さんは公開の前の年に失意のうちにこの世を去ってしまった。死んでしまったというふうなことになります。失敗のこの原因は、 何より最初に抜けたのが、あの、ジョージ・ルーカスだったんですね。ジョージ・ルーカスが、俺アニメやる、あんまりね、今からやるんではなくて、それだったら、あの、こいつがいいよって言って、スター・ウォーズを当時、プロデューサーがやってたゲリー・カーツを紹介したんですよ。で、このゲリー・カーツっていうのが全て悪かったっていうふうに言われています。まあ、あの、大塚さんはそういうふうに断言してるんですけども、このゲリー・カーツの判断がことごとく外れたと。 55億円プラス10億円というのは誰かが盗んだわけでも何でもないんですよ。本当に延々そんだけ金をかけたんですよ。ただ、どんだけ金をかけてイメージボードを作ろうが、パイロットフィルムを作ろうが、テストショットを作ろうが、全部ゲリー・カーツがボツにしちゃうんですね。そのボツの理由がゲリー・カーツの気に入るか気に入らないかなんですよ。なんでそんなゲリー・カーツはそんなわがままなことをしたのかというと、ゲリー・カーツはアニメーションという自分がやったことをないことをやる上で、一番参考にしたのがウォルトディズニーだったんですね。 で、ウォルト・ディズニーも自分のクリエイティブな勘だけを頼りに、あ、これオッケー、これダメっていう風に言ってたと。なので、そういう風にしたっていう風に言われてるんですけども、ところがウォルト・ディズニーっていうのはですね、もともと自分のことをミスター・ディズニーと呼ばせなかった人なんですね。ウォルト・ディズニー社のスタッフ全員がウォルトっていう、ファーストネームで呼んでると。で、ウォルト・ディズニー自身も社員全員の顔を覚えて、全員をファーストネームで呼んでいたと。この関係性の中では独裁性っていうのはうまく機能するんですよ。 この関係性の中で、社員と自分とは、ことクリエイティブな現場を離れたら、友達同士で家族で平等だと。ただし、クリエイティブの世界に入った瞬間に、俺が全てを決めるという独裁性っていうのは、これはうまく稼働してた。それでも、ピノキオ以降、ウォルト・ディズニーは、このなんだろうな、労働運動とかに巻き込まれて偉い目に遭うんですけども、ゲリー・カーツはこの黄金時代のウォルト・ディズニーを、 次にですね、ジョージ・ルーカスとゲリー・カツは二人とも有名な人間嫌いだったんですけど、人間嫌いのままやっちゃったんですね。なので、理由もなく宮崎駿が出してきたイメージボードをどん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 没にすると。宮崎駿は、リトル・ニモという作品をやっぱり自分のものにしようとしたんですね。だから、こんな話どうだ、この足どうだと、後にもののけ姫とかですね、風の谷のナウシカで出てくるようなイメージをどん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 ,どん出していった。でもそれにことごとく没って言われて、一切理由を言われない。 だから、日本側のスタッフで宮家俳雄が一番最初にリトルニモから抜けていったんですね。で、こうやっていろんな人が抜けていった結果、ゲリーカーツだけは最後まで抜けなかったんですよね、藤岡さんと。でも、ゲリーカーツがですね、なんかこう、意味なくダメだ、ダメだ、ダメだ。で、それでも一生懸命スタッフが手探りして、これだったらいいだろうと思って作ったフィルムっていうのが、まあ今残ってる。まあビデオにもなってます。え、リトルニモという作品でですね、あの、売ってますし、やっぱり一番いいのは、 あの、近藤気分が作った、友永さんと近藤気分が作ったパイロットフィルム、これ、YouTube でも公開されてて3分ぐらいなんですけども、凄まじい出来なんですね。もしこの時代にですね、でも、ゲリー・カーツじゃなくて、最初からジョージ・ルーカスがですね、プロデューサーやってたら、もしくは、藤岡さんがもっとコントロール権を持ってたらどうなったかっていうと、おそらく高畑宮崎が監督をやってたことになるんですね。で、その後の世界の文化地図っていうのは確実に変わってたと思います。 当時80、80年代、八十年代の初めっていうのは、音楽は YMO が、で、テクノロジーはソニーが、で、経済ではですね、日本のバブル経済、後のバブル経済になるものが、確実にジャパンアズナンバーワンを後押してた時代なんですね。で、その時に映像イメージで、スターウォーズよりすごい宮崎駿、高畑勲のイメージが出たら、おそらく文化的にですね、日本っていうのは、 世界を、のトップを取れたはずなんですね。世界を征服してたかもしれないというのがもう僕の妄想なんですけども、話やっと戻ります。で、そのニモにまだ無限の予算と時間があった頃、えー、夢の国のリトルニモを、 作るためだけにですね、え、アニメスタジオというのが誕生したんですね。それが、え、テレコムアニメーションフィルムっていうやつです。このルパン三世を作る母体となった会社です。テレコムはですね、新聞広告を出してですね、1000人を超える応募者の中から、アニメーションの経験がない、アニメーション、テレビアニメを見たことがないという若者をですね、42人は採用しました。月岡貞夫さんというですね、狼少年ケンをたった一人で作った、 伝説的なアニメ作家がいるんですよ。もともと東映の人で月岡さだおさんという人は、で、狼少年剣っていうのがテレビアニメをやるときに、原作作って、で、自分でコンテを書いて、全原画一人で書いて、全動画一人で書いてっていうですね、一 <laughs> 人で全部やるっていうのを4話までやったんですよ。で、5話から、ああ、もう無理って言って、ようやっとスタッフ何人かやったんですけども、最初の4話全部一人で作るっていう化け物みたいな人だったんですけど、この、 月岡貞夫さんがですね、教育者となってテレコムに入ってきた42人の若者を教育したんですね。で、それはですね、徹底的なエリート教育だったんです。まず42人の条件がですね、アニメーションを作ったことがない、できれば見たことがない、でも絵が描ける。 そいつらを集めて、月岡さんはまず思想教育をすると。テレビアニメなんか見ちゃダメだと。今のテレビアニメ全部ダメだと。お前たちはものすごい劇場映画アニメを作るんだって言って演説して全員の気分を盛り上げたところで、月岡さんはもう僕の役割は終わりましたと言って去ってしまうと。残ったのはですね、42人のプライドだけは高くて、実はアニメーションが何にもできない若いやつが42人。この42人のうち男5人だけで、残りですね、37人全員美人の女の人だったそうなんですけど、 <laughs> この美人の女の人がいた。<laughs> で、ここにですね、大塚さんが呼ばれてですね、テレコム何とかしてくれと。リトルニモを作るためのスタジオを作ったんだけど、月岡さんやめちゃったよ、大塚さん何とかしてって藤岡さんに言われてですね、大塚康夫がテレコムに行ったらですね、何をしてたかっていうとですね、もうリアジュの集まりなんですよね。<laughs> 4 0人の若者がですね、なんかね、絵を描いてるやつもいるんだけども、歌ってるやつもいてですね、ラジオから流れてきた YMCA、あの西城秀樹の YMCA が流れたら全員 YMCA 踊り出した。 そうなんですけども。<laughs> そんなアニメーションスタジオ聞いたこともないんです。そんな状態だったというふうなことで、大塚さんはパニックになってですね、もうとにかくまともなアニメーションを作る人間を呼んで教えなきゃいけないということで、田中敦子さんを呼びます。田中敦子さんっていうのは、 あの、ルパンのですね、カリオストの城で、このスパゲティの取り合いしたシーンって覚えてますかこのスパゲティの取り合いをしたですね、シーンを作った人なんですけども、これですね、この人ですね、実はあのデザイナー学校みたいなところのアニメーション科を卒業してまだ1年目なんですよ。まだ1年目でですね、めちゃくちゃ上手かったんですよ。で、まずこの人を呼んでですね、で、 そうすると、その、テレコムの若い4 0人にはすごい反発するわけですね。もう俺たちは何も人から学ぶことはない。俺たちはクリエイターなんだというふうに教え込まれて思想教育されてるから反発してたんですけども、次から次へと大塚さんがですね、ものすごい人材ばっかり呼んできて、家庭教師状態でやったもんですから、まあ、辞める人は辞めたんですけども、さすが元々ですね、 あの、絵の上手い人間を採用したんでですね、一年がかりでテレコムの人間徐々に徐々に上手くなりました。で、ルパン三世の劇場版の第一作ですね、えー、マモーの野望でですね、作画をちょっとだけ手伝ったんですね。で、その時マモーのスタッフからは、テレコムって言うとプライドだけは高くて下手な奴らだというに言われたのが、大塚さんそれがすごい悔しく思いながらも自分が手伝って教えて、毎日毎日アニメ塾っていうのを開いてですね、なんとかそいつらの腕を上げていった。なので、カリオストロの城 をですね、このメインスタジオをテレコムにしたんですね。ニモは、あと2年は動かないだろうというふうに藤岡さんも考えたんで、このテレコムで作ってくれと言われて、宮崎さんパニックですよ。テレコムって言うと、あのもうアニメ界で今一番有名な、世界で一番下手くそで生意気な奴らの集まりだと。 で、そこで、大塚さんも、いや、俺が何とかするからって、あの、田中さんもいるし、友永さんもいるしいろんな、とりあえずアニメ界の有名な人がどん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 集まってアニメの教育をしているというふうなことで、徹底的にですね、このスパルタ教育をしてですね、なんとかアニメーションを作れる体制に持っていきました。実は、ルパン3世カリオッソンシロというのはですね、テレコムの教育用フィルムだったんですね。実は、 テレコムの主眼、その時の大塚康夫さんにしてもですね、社長の藤岡さんにしてもですね、目的はカリオストン城ではない。そうではなくて、夢の国のリトルニモっていうのを作るためのスタッフの教材として、教育用の材料として、カリオストン城郎っていうのを一本まるまる使って実力を上げようという視点だったんです。でも、宮崎駿としては自分の監督作品だから、それだけで済まない。 とにかくこの下手くそな奴らを何とか使うしかない。もうほとんどあの素人なんですよね。すでにもう宮崎さんとしては荷物は抜けたし、そんな連中の練習台としてですね、自分の監督デビュー作を作らせるわけにいかない。とにかく下手くそなアニメーターを鍛えながら作るしかない。そのためには手を抜けるところは徹底的に手を抜くんだけども、クオリティを1ミリも落としたくない。手を抜けるところは全部手を抜いて、クオリティを1ミリも起こさない。 この宮崎駿のですね、決意と執念が奇跡のオープニングというのを生むわけです。えー、ここにですね、あの、準備したのは、実は、無料版では公開してなかった、あの、カリオストの城のですね、城と、あと、時計台と、あと、城下町ですね。この三つのですね、模型なんですけどもですね、有料版の方でご説明使ってるんですよ。城があって、で、ここにあの、クラリスがですね、えー、閉じ込められている塔があって、で、この城をですね、ずっと、こちら側に行くとですね、 模計台がある。これが最後の攻防線があるところですね。クラリスが子供の頃ですね、育っていた太鼓のですね、お屋敷があって、これが火事で炎上してるんです。で、これがですね、水が抜けた後にはですね、ローマの遺跡が見つかる。こちらが城の、まあ、公式部分というかですね、上屋敷の方なんですね。で、それに対してですね、ダウンタウンの方はどういう風になってるのかっていうとですね、カリオストの城のですね、えー、城下町の大体模型作ってみたんですね。 でルパンたちが泊まっているホテルがここで、あ、ここだ、ここで、ルパンたちが窓から飛び出すのが、ここの赤いピンのついてる、この窓なんですよね。で、ルパンたちがですね、止めてる車が、この見えにくいな、黄色のピンがついてるところなんですけどもですねで。ルパンたちはこの窓から飛び出て、この屋根の上を走っていって、この黄色のピンのところでフィアットに乗って、でそこから先ですね、車でギャーっとこう、この中を走り回るという話になってるんですね。ところがですね、実は初期案ではですね、ルパンたちは、 このホテル、ここら辺にあるホテルに泊まるはずだったんですね。で、ここのバルコニーからですね、城を見上げる。つまりまあ、こうなるから城を見上げるようになるんですけど、そういうふうな構図でやるはずだったんですけども、宮崎さんやめてしまいます。で、なんでかっていうとですね、ここに泊まっていて、俗に襲われて、本当はこの崖の下へ逃げて、上下へ行くですね、大アクションのはずだったんですね。でそうすると作画の手間が大変だというふうなことでですね、 じゃあもう、さっさと屋根の上を走らせて、さっさと車に乗せて、さっさとアクションシーンのクライマックスを持ってっちゃうというふうなことでですね、変わっていったそうです。なんかそういうね、あの、面白いですね。現場ではどういうふうな判断したのかという流れが見えるのもですね、まあ、あの、模型作ってみたらわかるので,ですね、楽しいなと。この頃から、あの、アニメとか映画とかを語るときにですね、模型を作るというですね、なん、なんでしょうかね、これはもう、映画評論としては邪道の方に走り出してですね、ついにはバックと どうぞ、フューチャーのですね、あの街の模型を作ってみたりですね、ハリーポッターではですね、北斗城を作ったりとかして、ね、どんどん最近の岡田としては全部ずれてるんですけれどもですね。えー、さてですね、あの、後半は、 完璧なオープニングのですね、秘密ですね。ルパン三世カリオストロの城っていうのは僕はもう完璧なオープニングだと思ってるんですけども、まあその他にですね、カリオストロのこの城自体をこうブラタモリ風に語るですね、この城下町を含めて。あと、宮崎駿の夢の終わりですね宮。宮崎駿がアニメーションに持っていた、こんなことができるはず、できるはずだって、ちょっとそれが限界に達してしまってたという話とか、あと、なんでルパンは冒頭のシーンで偽札をしてたのか。 ですね。つまり、国営カジノから盗んできた金が偽札だということでがっかりしてしてるんですけど、変ですよね。国営カジノで流通してるような偽札だったら、ルパンは捨てなくてもいいんですよ。いや、ルパンは本物にしか興味ないから、偽物なんか興味ないからって熱心なファンをおっしゃるんですけど、だったらなんでラストで藤子がですね、その、 二冊の原本ですね。金属の製のですね、あの、まあ、イリジウム合金かなんかなんでしょうけども、原本を持って逃げるときにですね、ああ、二冊の原本って言って追っかけたのかと。ここにもなんか矛盾があるんですけども、やっぱそれにもですね、あの、映画の中で答えが隠されているってことですね。そういうですね、まあ、あの、話とか、あとですね、あの、休憩中の雑談としてですね、前半と後半の間にちょっと休憩あって、そこで雑談してるんですけど、そこでですね、あの、 ガイナックスにいた頃に僕がですね、貞本義ト君からですね、いやー、そこすごいですよと言われた、あの、テレコム、 スタッフというですね、アニメーションスタジオの何がすごいかっていう、技術的に何がすごかったのかというのをですね、語ったりしています。昨日の動画ではですね、カリオストンシロというアニメができるまでといった大枠の話がメインだったんですけども、今回はもうちょっとあの内側の話です。劇中のですね、まあ、最大の悪役、カリオストロ伯爵に注目することでですね、ストーリーとか背景に隠された、 カリオストロ家の秘密、カリオストロ航空の秘密というふうに迫ります。えー、カリオストロ伯爵はそもそも何がしたかったのかですよね。本当にクラリスと結婚したかったのか、結婚することって何を得ようとしていたのか、そもそもカリオストロ家っていうのは何だったのかですね。えー、伯爵は本当にクラあの、ルパンにですね、このロリコンとかですね、言われるんですけど、本当にクラリスのことが あの、好きで結婚したいと思っていたのかですね。これらを注意深く読み取っていくことですね。実は、単純な冒険活劇の裏に隠されたカリオストの後ろのですね、政治的な魅力ですね。現代社会というかですね、その近代国家というのがどういうふうにできていたのかですね。ヨーロッパっていうですね、王族がひしめく中での軍輸活挙の中で、 小さい国が生き残っていくための知恵で。それが国際社会というのが20世紀のですね、頭から出来上がっていくときにどうやって生き残ろうとしたのかというですね、そういう歴史もですね、ちょっとあの面白い見どころになっています。最後にもですね、ちょっとしたアップグレード情報ありますので,です、ねえー、楽しみにしてください。カリオストロの城でですね、僕がやっぱ一番あの面白いなと思ってこだわってるのはですね、なんでカリオストロ伯爵はですね、結婚と指輪を望んだのかっていう。 なんでかっていうとあの前回でも話した通りですねカリオストン城ってルパンの動機はですねあまりはっきりしないんですねあのゴート殺の謎を暴くというのは不自然だしクラリスの救出を助けるというのならばなんかラストでやっぱりあの原版2冊の原本欲しいのもわかんないしですね あと、クラリスの動機もはっきりしないと。とにかく好きでもない男の妻になるのが嫌って言うんだったら、修道院時代に逃げればいいんであってですね。<laughs> カリオストロンの城に連れてこられてから車盗んで逃げるくらいだったら、もっと警備の浅い修道院時代に逃げればいいんであ,あるし。あと、カリオストロンという国をなんか良くしたいと言うんだったらば、まあ、伯爵と結婚して、まあ、伯爵の時代は無理だとしても、伯爵の子供の時代というか、自分と伯爵の間の子供ですよね。絶対伯爵の方が先に死にますから。 その時代でですね、革命というかですね、あの、まあ、やり直せばいいというのであってですね、実は、ルパンの動機も目的も、で、クラリスの動機も目的もはっきりしないんですよね。で、この作品でですね、唯一はっきりしてる、なんか目的がはっきりしてるのがですね、カリオストロ伯爵なんですよ、ね。カリオストロ伯爵は割とはっきりしていると。 例えばですね、ウァンが侵入してからですね、クラリスをこう締め上げるシーンです、ね、逃げたクラリスを締め上げてですね、人殺しっていうふうに言われた時にですね、俺の手は血まみれだとか言うわけですよ。人殺しは、あなた人間じゃないわ。と言たそうとも俺の手は血まみれだ。お前もそうだ。我が伯爵家は代々お前たち、対抗家の影として暴力と暗殺を司り、国を支えてきたのだ。それを知らんとは言わさんぞ。 っていう,ふうにこう語りかけけるわけです。クラリス400年の長き月日光と影に分かれていた2つのカリオストロ家が今1つになろうとしているんだよっていうふうに、まあ、クラリスに言い寄るというかですねグヘヘヘというふうな感じで言うわけですよねでこれがですねなんかこの2つの指輪を1つにすればですね秘められた先祖の財宝がよみがえるのだというふうにカリオストロ伯爵がこうクラリスに詰め寄るわけですねここら辺で まあ、カリオストロ伯爵の動機が発揮してくると。このセリフでわかる通り、伯爵の目的は、一応カリオストロ家の統一、二つに分かれたカリオストロ家の統一と、秘められた財宝であると。ただですね、なんかそれだけじゃない感じがすると。それがですね、あの、ルパンが指摘していることなんですね。ルパンがですね、最初にあの、侵入した時にですね、あの、えー、襲われた時に、影と呼ばれるですね、なんか手が爪出てる奴ら、この正体が樹道だったその樹道の背中にメッセージをつけたと。 で、嫁っていうふうに言われて、母っていうふうに読んだのが、色と欲の伯爵殿、花嫁はいただきます。近日参上、ルパン三世っていうふうに予告状を出してるわけですね。で、これを聞いてるときのですね、伯爵はふふんっていう感じですごい余裕で聞いてます。え、色と欲っていうのは何か色っていうのは、まあ、あの、性欲のことですね。で、欲っていうのは、権力への欲望ということです。つまり、色と欲っていうのは、まあ、 女も欲しいし、金も欲しい、権力も欲しいっていうふうに言うんですけども、まあ予告上でですね、白釈のですね、隠れた欲望という、そのクラリス自身への恋暴、愛情、恋愛感情っていうのを指摘したと。でもしかし白爵は余裕なんです。なんでかっていうと白爵にとって、多分この時点ではクラリスは恋愛の対象ではないと。だからこそ結婚まで修道院に掘り込んでたわけですよね。 もし恋愛対象だったらですね、結婚式まで修道院に掘り込んどくはずがないわけですよ。そんなもん適当に何かいいことを言ってはいいわけですからですね。適当に、なんだ、踊ったりなんとかしといて、まあ、これほどの手腕がある人だったらですね。 あの、10歳ぐらいの娘をですね、5年間ぐらい手、あの、手名付けときは何とかなるものをですね、あの、何年間か修道院に掘り込んで全く募金しなかったということは、実は興味がなかった。それまで興味がなかったという証なんですね。ということを知っててもですね、ルパンはですね、最後にですね、クラリスを助けるシーンですね。大司教に化けて結婚式に忍び込んだルパンは、隙をついてクラリス、 抱き寄せておまけその時のですね、ルパンはおじさまってけあの抱きつかれたら、むふうふうと大喜びに喜んで、焼かない焼かないロリコン伯爵、やけどするぞって言って、こう、コートを開けるとですね、そしたら中に花火がある。まあ、これがクライマックスシーンにつながっていくんですけども、ここでもですね、焼かない焼かないロリコン伯爵っていうふうに言って、カリオストラ伯爵のクラリスに対する恋愛感情をからかったんですね。でも それもですね、実ははっきりしてないわけです。というわけで、この映画の中で唯一、まあ目的のはっきりしている人物、カリオストロ伯爵の目的はですね、一応以上の3つに整理されると思います。えー、伯爵の目的と信じられているもの。今回はですね、一番最初はこれを疑うところから始まります。カリオストロ家の統一ですね。対抗家の下働きにされたけど、というそういう伯爵家の復讐です。次、秘められた財宝。 白爵もですね、秘められた財宝って実は正体なんかわかんない。けどすげえお宝があるに違いないと思ってるんですね。あと3つ、クラリスへの連暴、恋愛感情ですね。これは意識してないので指摘されると切れるっていうふうに、まあ、一般的にはこう、<laughs> ファンの間で信じられてると。この、これを一つずつ検証してみようと思います。えー、まずカリ,カリオストロ家の統一ですね。えー、対抗家の下働きにされた白爵家の復讐ってやつなんですけど、 これ実はですね、あの、カリオストロだけでなくて、宮崎アニメの定番中の定番なんですね。っていうのは、例えば未来少年コナンではですね、あの、レプカという悪役がですね、太陽エネルギーで世界を支配すると。そのためにラオ博士の娘、ラナを捕まえなければならないっていうようなことで、まあ、同じような構造になっていると。で、えー、天空の城ラピュタではですね、ムスカがですね、ラピュタの力で世界を支配すると。 それもね、やっぱ、俺のところはどちらかというとマイナーなラピュタ家だった。だから本家ラピュタ家のシータを捕まえてっていうやつで,で、まあ、割とそっくりになっているわけですね。だから、これから考えると、まあ、いかにもいつもの宮崎アニメらしい悪役というふうにも見えるんですね。でも、ラナはその太陽エネルギー復活に必要っていう理由があると。シータは非鉱石という遺産を持っているってこう理由があると。それに対して、 なんでクライスでなきゃいけないのか指輪だけあればいいじゃんっていうですね。理由がすごく曖昧なわけです。で、おまけに、さっき話したですね、なんでカリオストロ家を統一したいのかっていうのはですね、すでにカリオストロ家はですね、あの、白尺家はですね、ゴート殺で闇社会を支配してるわけなんですよ。これ以上何を望んでたのかなぜ白尺家と太鼓家、光と闇を統一しなければならないのかっていう理由が、 なんとなく僕らにはよくわからないわけですね。実はですね、この辺はですね、前回見せたすごい初期設定のマップにですね、答えが隠されたと僕は思っています。これが初期設定のマップですね。ここにですね、あの、神カリオストルと下カリオストルって書いてあるんですね。ちっちゃい字ですけども。つまり、カリオストロ家っていうのは、太鼓家、伯爵家っていうんじゃなくて、上と下に分かれてた。いわゆるラピュタで言うと、ラピュタ人の中でも神官クラスの人たちは、 神々の帰りを待っていた。それに比べて、下の方に住んでいる人たちはっていうのは、ラピュタによる地球の支配というのを狙ってたというふうにですね。実は上層部と下層部で狙いが違うっていうのを、宮崎さんはよくあの、社会行動の差っていうのは好きで使うんですね。白、えー、伯爵の説明。我が伯爵家は代々お前たち対抗家の影として、暴力と暗殺を司り、えー、国を支えてきたというふうに言ってます。これでわかる通り、実はですね、カリオストロ伯爵。 のですね、元々の仕事はですね、偽札作りではないんですよね。偽札にはですね、あの、あまりタッチせずですね、実は、暴略と暗殺がシモカリオストロと言われる伯爵家の仕事。じゃあ、偽札っていうのはカミカリオストロ、あの、対抗家の仕事でなかったのかなっていうふうに僕は考えてるんですね。それなんでかっていうとですね、当時のですね、通貨の説明からやります。これあの、ルパンがですね、 えー、ゼニガタのトッツァンと一緒にですね、ようやっと地下牢から脱出して印刷機を見つけた後、これはなんだルパファン説明してくれって言ったら、これがゴートサスの心臓部だと言った後に出てくる説明です。中世以来ヨーロッパの動乱の陰に必ず蠢いていたい謎の偽金、ね、ブルボン王朝を破滅させ、ナポレオンの資金源となり、1927年には世界恐慌の引き金にもなった、えー。歴史の裏舞台、ブラックホールの主役ゴートサスその震源地を暴こうとした者は一人として帰ってこなかった。<laughs> ルパンが名著していますで。さて、この説明ですね、お分かりでしょうか。実はですね、カリオストロってですね、紙幣を作ってたのは、このほんの100年ぐらいのことなんですね。え実はヨーロッパでですね、あの、紙幣、紙のお金が使われたっていうのはですね、19世紀にですね、イギリスでですね、ソブリン金貨っていうの分かりますか カリブ海の海賊とか、ああいうパイレーツオブカリビアンとかに出てくる、なんかみんな金貨持ってますね。あれってスペイン金貨か、だいたいイギリスのソブリン金貨なんですね。で、このイギリスで19世紀にソブリン金貨っていうのが発行された時にですね、金貨をあまりにたくさん持つのが重いから、それと同じ金額というか、の値打ちをですね、銀行が保証するという銀行権っていうのを発行したんですね。これを打貫貨幣っていうふうに言います。 この打艦貨幣、19世紀にイギリスが発行した銀行券が今の僕らのですね、持っているお札。あの、千札とか五千札とか一万円札の、まあ、大元のやつなんですね。なのでですね、初期のカリオストロ家っていうのはですね、実は金貨の偽造をやっててるんですね。で、次の絵です。中世、フランス革命の時にですね、ナポレオンの風刺画ですね。当時の風刺画をまあ、宮崎さんが描いてるんですけども、地球儀を持っているナポレオンと、っていう風うに描いてます。 地球に導火線がついてる。これどういう意味かっていうと、ナポレオンは世界征服を目指していた。しかしそれにはタイムリミットがあった。もうここに導火線に火がついちゃってる。だからナポレオンは一生懸命世界征服を目指そうとしたけど、タイムリミットが近づいてる。なんでかっていうと、彼の財布は破けたり、つまり破産しかけてるっていうのを書いてるわけですね。この一枚の当時の風刺画で、ナポレオンの財政っていうのは実は極めて危ういものに立っていた。これをですね、 そのカリオストロ家の、カリオストロ広告の後押しだというふうに、まあ宮崎さんは設定してるわけですね。え、ブルボン王朝を破滅させっていうのはですね、マリーア,アントワネットの首飾り事件っていうのが昔ありました。何かっていうとですね、まああの、マリーア,アントワネットがですね、買ったわけじゃないんだけども、なんかあの、親友友達のですね、なんとか夫人っていうのが、 買おうとしてたですね。ものすげい高いですね。なんかもう、えー、4000億円ぐらいの、今で言うと値口ぐらいあるような、え首、ー、飾り、宝石の首飾りが買って、で、それの保証人みたいなのに、マリア,アントワネットがなって、フランス人を揺るがす大スキャンダルになって、で、マリア,アントワネットはレズビアン疑惑をかけられて、で、裁判までやったんだけども、絶対に悪いやつあの、マリア,アントワネットを引っ掛けようとした奴らは無罪放免されてしまって、で、パリの市民感情はマリア,アントワネットに対してすごい反感を持つようになったと。で、これが、その、 のフランス革命の一つのきっかけというふうに言われてるんですね。で、その中で実際に、そのマリー・アントワネットにですね、えー、そういうですね、あのすごく高価な宝石を押し付けようとしたのがですね、山市カリオストロという、これ実在の人物です。山シ・カリオストロっていうのがですね、カリオストロ伯爵と、まあ自分で言ってるだけなんですけど、こいつはですね、錬金術師であってフリーメイソンのメンバーであった。これがまあ歴史的真実だったんですけど、で、この、 じゃあ、こいつが本当に伯爵かどうかって、そうじゃなかったんですよね。あの、イタリアのシチリアに住んでるですね、ターの田舎者だったというのを調べた人がいた、いたんです。それを調べたのが誰かっていうと、ドイツでですね、当時、文豪でありですね、政治家であってですね、思想家であったゲーテってやつなんですけど、<laughs> このゲーテがですね、消しからんって言ってですね、カネオストの正体を俺が突き止めてやるって言って、個人でイタリア旅行して、それをイタリア気候という本にまとめて出版してですね、ついに俺はカネオストの正体を 答え突き止めたぜっていう本を出版したんですけどまあそれぐらい大事件だったんですねこのカリ山下カリオストロっていうのがでそれが彼が錬金術師だってフリーメイソンだったっていうのがその宮崎さんが今回このアニメの中でカリオストロ伯爵という名前を作るこの錬金術師っていうところに注目してくださいその一つ前の絵のこいつはですねドイツ30年戦争ってやつです これ、あの、後ろで戦争してるやつ。これ、ドイツ30年戦争っていうのは、17世紀に起きたプロテスタントとカソリックの最後で最大の宗教戦争というふうに言われてるんですけども、それを背景に銀行か金貸し家がですね、お金の査定をしていると。つまり、当時のですね、その、あの、イギリスのソブリン金貨もそうだったんですけど、あらゆる金貨とかお金っていうのは、1ドルとかですね、1ポンドという値打ちを示してないんですね。 一つ一つの効果ごとに重さを測って比重を測って、その中に金が何グラム入っているのかっていうのを見て値打ちを決めてた。上に刻印してある値打ちっていうのは一応なんか形式上のもんでっていうものだったのそれの交換やってるところですね。という時代だったんですよ。これがですね、後にイギリス空軍、墜落したイギリス空軍の金の倉庫から大量のおそらく偽丸札が発見されてドイツ兵が見ていると。 つまり第二次大戦でですね、連合軍を勝利に導いたのも、やっぱカリオストロ皇国の手だったのかもしれないん。イギリスの国家とも手を組んで日札を作ってたというようなエピソードがここに入っているわけですね。まあ話を戻しますけどもですね、これでわかる通りですね、印刷という形で偽金を作り出したのは、実はカリオストロ家はですね、20世紀に入ってからなんですね。16世紀から19世紀までの間のほとんどの時代ですね、偽金貨を作っていたっていうふうにしなければ話がおかしい。 全くです、矛盾していると。城に印刷工場がありましてね。あれ、城の印刷工場というのはもともとカリオストロ伯爵家、下カリオストロの得意技である暴略とかですね、暗殺の舞台の上に、この印刷工場を作ったと。つまり、あくまであれカリオストロ伯爵の仕事として印刷始めたんですね。なので、どこで偽金貨を作ってたのかというのは今回の映画で書いてないんです。でもそれは多分、神カリオストロ、いわゆる対抗家であったというのがですね、 僕のですね、まあ妄想なんですけど妄想です。出ないとつ褄つまが合わないからですね。かつてのカリオストロ家はですね、上と下、神カリオストロと下カリオストロで役割分担があったんですね。神カリオストロの役割っていうのは、偽金貨を作ることと政治を司る。つまり、婚姻関係でヨーロッパ中とですね、結婚関係を結ぶということです。下カリオストロの伯爵家っていうのは、陰謀と暗殺。これがですね、二つのですね、大きい 神カリオストロと下カリオストロの流れなんですね。実際のですね、本物の山下カリオストロっていうのは錬金術師であって、銅とか鉛などの癒やしい金属から純金を作る魔法使い。そのイメージで、まあ、自分たちが発行する金貨の価値っていうのをつけてたっていうのが、まあ、宮崎さんがつけたおそらくカリオストロっていう名前と偽金作りっていうことだと思います。もしこれが最初から紙幣にするしてもいいんだったら、 別にあの19世紀からのカリオストロ家のことを書きゃいいだけであって、わざわざ1517年とか年号を書いてるっていうことで,ですね。これもう金貨ですよってうふうに言ってるようなもんなんですね。でも、カリオストロ家、神カリオストロ家の金貨が通用しなくなってしまったと。そこで、偽金作りまでですね、下カリオストロ伯借家が受け持つことになってしまって、両家のパワーバランスが崩れたと。パワーバランス的には神カリオストロは偽金を作り、政治を司る。 シモカリオストロは謀略と暗殺。これで一応ですね、なんかこのアイドルとマネージャーみたいな役割分担はできてたんですけども、<laughs> ところがですね、カミカリオストロの偽金が通用しなくなっちゃった。おかげでシモカリオストロが偽金を作るようになってきて、両者のパワーバランスがつかなくなると。太閤家が偽金を作れず、我が伯爵家で偽紙幣を作る。だったらなんで我が伯爵家はシモに甘んじなければいけないのかって、なんで俺たちは太抗家の下に作らなければならないのか。 カリオストロ伯爵の疑問というか怒りはまあ本当にその通りなんですね。で、そのせいで神カリオストロをですね、不要だとしてカリオストロ伯爵はですね、暗殺を企んでですね、焼き討ちをしてで、なおかつカリオストロ公国の近代化に乗り出したと。これがおそらく太閤家焼き討ちのですね、真実。実は近代化だったんですね。ではなんで太閤家のですね、偽金化が通用しなくなったのか。これは さっきも話した通り、ソブリン金貨というのが19世紀に発行した時からもう大量の金貨を持ち歩いて支払うということが事実上無意味になってしまった。おまけに、その金を持っているだけしか国家がですね、通貨を発行できないんだったら、国際的なですね、こう経済というのが回らなくなってきてしまう。打艦紙幣、いつでも金とか銀に変えれる貨幣から俯瞰紙幣と言われるですね、金とか銀に変えれないような紙幣っていうふうなものに時代が変わってしまった。 実は太閤家がやってるですねその偽金貨というもの自体が時代遅れになっちゃったんですねでこれがまあ伯家がですね公爵家をですね殺しちゃったなくしちゃった理由だというふうに思いますではですよなくしちゃったんだっもうなくしちゃったんでいいじゃないですか白爵家公爵家あの太家を殺しちゃったんだから。なんでもう一回統一する必要があったのかってでその理由が、えー、さっきに戻りますね カリオストロの統一、なんでそんなことをする必要があったのか実は秘められた財宝だ。伯爵自体も正体わかんないけど、すごいお宝、お宝がこのお宝をゲットするには統一しなければいけないという流れになっています。財宝とは何だったのかまあ映画を見てお分かりの通りですね。カリオストロ伯爵自体も最後まで知らなかったんですね。で、映画ではラストで、それがローマ遺跡だったというふうに説明しています。ちょっとね、横長の画面になるんですけども、これですね。 まあ、テレビで何回も放送されたんですけど、横長で、こっからこちら側へパンするんですよ。最後にですね、カミカリオストロ、あの、太鼓家の前の湖から出てきたローマ遺跡です。で、これで見て、もうあの、多分、今日以降、今日これ言われて以降ですね、ずっと皆さんもうわかると思うんですけど、一つ特徴があります。何かっていうとですね、普通のローマ遺跡とこれ違うんですよ。何かっていうと、あらゆる柱の、 鉄んとかですね。見えてる部分、水面の上に浮かんでる部分が金色なんですね。黄金なんですよ。実はですね、これです。黄金都市なんですね。まあ、最初に言っちゃうと。ルパンはですね、それに気がつかずですね、えー、ローマ人がこの地を追われるとき、水門を気づいてて沈めたのを、あんたのご先祖様が密かに受け継いだんだ。ローマ人がこの地を追われるとき、沈めたと。 あんたのご先祖さんはそれを受け継いだんだ。まさに人類の宝ってやつさ、俺のポケットには大きすぎだっていうふうにルパン言ってるんですよね。で、僕らもそれをすっかり信じちゃったんですけど、これまでにですね、あの実在したローマ遺跡と明らかに実は違うのが書いてあるんですよ。<laughs> このローマ遺跡の元にな、あの、が出てくる秘密になったのが指輪です。ですね。これクラリスがはめてる指輪です。で、それのここの一部分をクローズアップで見ると、 こういうふうにですね、文字が書いてあるわけですね。で、この文字をですね、ルパンがゴート文字だというふうなことで読みます。えー、光と影、再び一つとなりてよみがえらん。1517年。えー、年代までもですね、えー、特定されています。で、1517年って何があったのかと。さっきのルパンの説明だったら、ご先祖様は、ローマ人が引き上げていった後、あの去っていった後、ご先祖様が隠したんだ。 というふうに言ってるんですよ。でも変なんですよね。っいうのは、1517年というのは実はルネッサンス世紀って言われるですね。ルネッサンス活動が一番盛んだった時代でですね。つまり時代的にはギリシャ・ローマ時代の文化を見直そう万々歳と言われてですね、再評価しろという時代だったんでですね。ご先祖様はこの時期、ローマ遺跡を隠す理由は全くないんですね。確かにこの150年前だったら隠さなきゃいけなかったかもしれない。 ですね、蛮族に襲われるかこの50年後だったら、スペイン王のですね、カール5世だったかなっていうやつがですね、これもですね、あの、宗教大戦争をやってですね、ローマの遺跡を壊しまくってですね、ローマ合略っていうですね、えげつないことをやったのです。ローマの街を破壊し尽くして、ローマ遺跡を壊すことがあったから、これの50年後だったら壊す、そんなことがあったかもしれないですけども、この1517年でわざわざ宮崎さんが指定してる時代はですね、 その時代はですね、ローマ遺跡っていうのは別にあればあったで、ほら素晴らしいもんだというふうに言われた、あ、ルネサンスだというふうに言われた時代でなんですよね。もう一回戻りますね。この水面の上のですね、部分が全て金色になっていますですね。屋根の上も柱も全て金色。なんでかっていうと、大理石の上に黄金を貼ってるからですね。で、この風景をですね、僕らは見たことがあって、それは何かと,いうと天空の城ラピュタなんですよ。ラピュタの中に、え兵隊がわーっと入った時にですね、あの壁とかですね、 柱からですね、金を剥がしてたシーンって思い出しますかあれ、金剥がしたんですよ。つまり、昔のですね、神殿建築っていうのは、金色の部分っていうのは、金色の塗料を塗ってるんじゃなくて、薄い金を本当に貼ってるんですね。だから、ラピュタのですね、あの金っていうのは、あれはこう、バリ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 剥がしてる。石の上に金色の塗料を塗ったんじゃなくて、本当に金箔を貼ってるんですよ。純金なんですね。で、このローマ遺跡も同じ。 風に書いてあってですね。これ実際はですね、本当に金が張ってる状態なんですよ。おそらくこのミカリオストロ家っていうのはですね、この黄金都市ですね。この黄金都市にあった金を自分たちの金貨に使っていたんだと思うんですね。これがかつてのカリオストロ家の繁栄の正体です。しかし1517年あたりにですね、おそらくこの金が枯渇してしまったんですね。 まあ、上の方に薄く張っている金箔みたいなものは残ってるんですけども、あの、ルパンとですね、クラリスが最後手を繋いで歩くところではですね、このローマ遺跡って割とね、大理石色になってるんですよ。冒頭の方に見える上の方に見えるところだけは金色でですね、ルパンとクラリスが歩くところって結構ね、後ろが白い普通の大理石になってるんですね。もうつまり剥がされた後なんですよ。ということは、1517年あたりにですね、もう大体黄金、 都市の遺産を使い果たしてしまってですね。で、残ってるのは屋根の上とか柱の上などの、まあ、取りにくい部分、一部だけだと。で、そこでご先祖様はこの遺跡を水没させて隠すことにしたと。なんでかというと、黄金がもうなくなってるっていうのを隠そうとしたんですね。かつて金貨を発行していたから。限られた王族とか仮想一クの方だけに、まあ、多分この黄金都市見せたんだと思うんですけど、それの噂を根拠に、 カリオストロ家には無制限に金貨を発行するだけの財力がある。または無制限に黄金を作れるような錬金術があるというふうに思わせたとで。それによって偽金貨の発行を始めたと。1517年までカリオストロっていうのは本当に黄金があったので黄金金貨を発行していた。でもそれ以降枯渇してしまったので偽金を作るようになっちゃった。これがカリオストロ家が2つに分かれた理由であって、この年号の秘密だったんですね。 この都市を見られてしまったら、もうその黄金が枯渇したことがバレてしまうっていうのがカリオスト家の最大の秘密なんです。以上ですね。まとめてみました。わ <laughs> かりやすいように。はい。 えー、カリオロストン系の歴史です。<laughs> これが岡田敏夫史観による歴史ですね。<laughs> 中世からですね、1516年ぐらいまではローマ遺跡の黄金で繁栄してました。しかし、えー、黄金が尽きてですね、イメージダウンを防ぐため遺跡を沈めてしまいましたで。その後19世紀までは錬金術を売りにして偽金貨を発行しています。で、19世紀からですね、1970年あたりですね、偽金貨から偽紙幣へ事業シフトします。しかし、この事業シフトのおかげでパワーバランスが崩れてしまう 1970年あたりカリオストロ大公家は焼き打ち暗殺になってしまって、1979年ですね、78年だ。ルパン事変というのがこれ、行われます。<laughs> えー、事変というのはですね、えー、政局が変わるほどの大事件というのを事変というわけで言うんですけども、えー、ルパン事変が起こってカリオストロ大公家の復活ですね。クラリスド・カリオストロの即位によるカリオストロ大公家の復活というのがあると。これがまあ、カリオストロ家っていうのだけを見た時の歴史年表ですね。 というわけでですね、えぇ、ー、伯爵の目的、一つ目、カリオソルペの統一とは何のためだったのかっていうの、これをちょっともうちょっと後で語りますけど、秘められた財宝というのは何だったのかっていうのは、実は伯爵もわからないままで、隠した理由っていうのは黄金が枯渇したことを隠すためだったんですけど、ところが、それから400年経ってですね、いざ出てきたら、実はそれがローマ遺跡っていう人類の宝になってしまったというのが、まあ、この、 アニメのすごい皮肉なところなんですよね。白爵家はですね、普通に無用になったまとめなんですけども、対抗期を滅ぼしたと。しかしですね、まあ悲しいことに、紙幣による偽札はうまくいっていると言っても、最近なんか印刷がうまくいかないと言ってるんですけど、何よりですね、国際金融の波というのがリオソロポークにも訪れていてですね、もうあのアニメを作った当時ですらですね、紙幣よりもですね、電子化されたデータがですね、国際金融市場には流れるようになってしまったんですね。で、もう、 カリオストロ家が偽装を作ってるのも時代遅れになっていたと。かつて金貨を作っていた神カリオストロが時代遅れになったのと同じように、紙幣を作っている下カリオストロも徐々に徐々に時代遅れになっていたと。おまけに印刷の精度は落ちて、樹道の部下の影たちももう中年のおっさんばかりという状態なんですね。<laughs> なので、実はですね、カリオストロ王国に残っているですね、財産は二つしかないです。一つはヨーロッパで一番古い貴族の血筋ですね。つまり、 あの、なんで結婚しなきゃいけなかったのかっていうと、あの、伯爵家と対抗家が一つになると、クラリスと結婚することによって、自分たちの子供をいっぱい作って、その子供をイギリスとかフランスとかスペインとか、どこでもいいから王家の跡継ぎと継がせて、で、なんとかですね、どっかの王位につかせるぐらいしか、もう打てる手は残ってないんですね。それと同時に、まあ、伯爵がですね、なんとかこれで起死回生かなと考えたのが、秘められた祖先の財宝というやつです。 この秘められた祖先の財宝というのとあとクラリスと結婚することによって、えー、ヨーロッパで一番古い地というのを売りにしてもう一回ヨーロッパ貴族の間で婚姻外交というのを続けることができればカリオストロー公国という国をもう一回持ち直すことができるんではないか、えー、今コメントあった通りハブスブルグ家の戦略と同じですね財産のないハブスブルグ家だと思ってください貧乏 <laughs> になっちゃったでは最後のですねクラリスへの連謀ですね恋愛感情ですね これはね、あの、正直僕わかんないんですよ。なんでかっていうと、この映画のですね、隅々、カットの隅々まで見たんですけども、伯爵がね、クラリスを好きだという証拠はね、ないんですね。一切書いてないと。なんかそんな感じがするとこもあるんだと思うんですけども、別にあの、カットが変わったら冷酷に殺そうとしたり見捨てようとしたりしてるんで、割とね、宮崎監督としては注意して、恋愛感情みたいなものをわざとらしく入れないようにしてるんですね。 もちろん、ストイックな人だから隠してるという可能性はあると思うんですけども、ここまでですね、書かないようにするというのも、ちょっと宮崎さんとしては珍しいと。じゃあ、なんでですね、ルパンが白爵をですね、色と欲のと罵ったのかと。ローリコン白尺と罵ったのかっていうと。これはもう、あの、僕から見れば明らかでですね、カリオストロ白爵っていうのはルパンのシャドウなんですね。もう一人の自分であろうと。ラピュタの特集でですね、おそらくパズーは、 あの、シータと出会わなければ、ムスカになっていたっていう話をしたと思うんですけども、同じくですね、ルパンとカリオソル白爵もコインの、一枚のコインの裏表なんですね。前回のですね、解説でですね、オープニング、ルパン三世のオープニング、何で生きてるのかと,いうと、まっとうな人のまともな生活っていうのがあって、そういうところから除外された影の世界、裏の世界にルパンたちは生きてると、だから孤独なんだっていう話をしました。で、あの、白尺っていうのは、 何かっていうとなんかね、ルパンが今いる影の世界、闇の世界、真っ当の世界、外れた世界から本当の光の世界を目指した男なんですね。実はですね、その偽札とかですね、あとあの暗殺とかに将来がないことを一番知ってるのは伯爵なんですよ。 この方法ではカリオストロ航空に未来がないというのは知ってるんですね。なので国連にも加盟するし、インターポールにも友人作るし、自分の結婚式を世界中に生中継させようとするんですよ。で、一番古い貴族の地とかですね、祖先の財宝というのも、なんとかそれを作ろうとしてるのもですね、まっ当な世界に行きたいと思ったからなんですね。そういうですね、古い地とかですね、祖先の財宝を信じたかったのは、自分の手がですね、地に染まってることを知ってるからですね。 クラリスに言ったように、そうとも俺の手は血に染まってると、しかしお前もそうだろうって言ったのは、だから、あれはね、ツンデレであって、本当に綺麗な言葉であれば、だから二人で手と手を取り合って、本当の明るい、あの、なんとかまともな世界に生きようじゃないかっていうようなことを言おうとしているわけですね。だから、豪華な食事とかですね、あの、晩餐会も結婚式もすべて闇の借りをする伯白爵家に対する反発であって、自分が滅ぼした対抗家になりたい人間なんです。 もともと、ルパン三世っていうのはカジノに忍び込んだルパンが盗んだ金が偽物だと知って、それを捨ててカリオストロに来た。ルパン自身も実は闇の世界に疲れを感じていて、本物の世界に憧れてカリオストロに来たんですね。でだからこそ、そこでクライリスに会ってしまうと、だからこそカリオストロ伯爵が金と名誉だけでなくクライスも欲しがっていると思い込んじゃったんですね。ルパンとカリオストロは全く同じ人だから、二人とも闇の世界の住人で、二人とも光を目指すと。 ただし、ルパンは光を目指すというときに、泥棒の流儀で目指す。カリオストロ伯爵は自分がこれまでやっていた陰謀の流儀で光の世界を目指すと。実はその、お互いの手法を堅くグに、ま、なんか、守る職人気質のですね、<laughs> 野郎なんですよ。両者もに。だからこそですね、ルパンはカリオストロ伯爵が自分と同じくクラリスを欲しがっていると思い込んじゃうんですね。 カリオスの話はそんなこと一言も言ってないんですよ。あの、クライスが欲しがってるっていうふうにですね、言ってるのはルパーの一方的な思い込みで。で、僕はそういう関係のやつを知っててですね、これ何かというとですね、あの、ジンとバリストンなんです、ね。ハンターハンターに出てくるジンとバリストンというのはですね、両者とも実は同じ人間なんです。 俺とお前は似た者同士思いつくが下の道ばかりっていうふうに言って、だからこそお互いが許せない許せないっていうふうになっちゃうわけですね。 ひょっとしたら、ルパンとカリオストロっていうのは、出会いの順番が違ったら、だって、ジエンだって、ゴエモンだって、いい加減ね、クソみたいなやつですからですね。<laughs> 出会いの順番さえ違ったら、カリオストロと白爵とルパンっていうのは、互換性があったっていうのかな。あの、相棒になれたかもわかんないし、まあ、修正、お互いのことを大嫌いだったかもわかんないんですけれどもですね。あの、ルパンとクラリスと白釈っていうのはですね、本来出会うべきではない三人が出会ってしまった、 劇であります。クラリスは結局このお話で解放されたんですけども、白尺は死んでしまって、ルパンは このルパン事変を最後にですね、歴史から姿を消すっていうふうに僕は考えてます。えー、なんかね、ルパン三世カリオストンしろって、かつてアイドルの人、西村と美さんとかそういうまあまあまあ、一昔前のアイドルの人がですね、みんな大好きって言ってて、あんな恋がしたいって言ってて、ルパン三世は私の理想の男性ですって言うんですけども、絶対あいつら味方が間違ってると思うんですよ <laughs> 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 それは中学生、高校生にしたらそう見えるかもわかんないんだけども、そんなことねえよっていうふうにですね、この、あれから4年っていうですね、<laughs> カリオストロの城を公開から4年経った時に出た本なんですけど、この中で宮崎駿さんは、もうとにかく本音をですね、最後のインタビューで言いまくっているというところがありますんでですね、<laughs> ここら辺をですね、まあ、えー、ちょっと分析して語ってみたいと思います。<laughs> 基本ね、このね、ジブリを語るシリーズっていうのは、 あの、岡田敏夫の妄想を語るというふうにやってみようと思うんですね。ラピュタにしても、今回のカレオストロにしても、あまりにもですね、その、書かれてないことが多すぎる。宮崎駿という人はですね、いざ研究してみて分かったんですけども、ものすごい自分のスタイルがある人で、えー、さっき言ったですね、貨幣の歴史とかですね、紙幣と貨幣が切り替わったのがいつかとかいうのは、もう分かってるんですね。さっきのですね、あの、ゴート撮の歴史を、 何,何枚かの絵で説明するときに、なんでブルボン王朝が滅びたときのナポレオンの絵を出すのかとかっていうのはですね、もう見ればわかるんですけども、ちょっと見にはですね、絶対わかんないように書くんですね。もうすごい、テレアというかツンデレというのもなくても、ひねくれ者中のひねくれ者なんですっ、ね、て、そういう人が作ったものを読み解くっていうのはもう妄想ですというふうに断るしかないんでですね、まあやってみようと思います。というか、アニメってやっぱりね、あの、 まあまあ宮崎アニメに限ったことじゃないんですけども結構ねその作ってる人間めちゃくちゃ考えてるんですよで。それはもう自分でアニメとかゲームとか作ってる時から嫌っていうほど思い知ってるしだからその漫画家とかあのアニメ監督とかのインタビュー見たらみんななんかものすごい 言いたくて溢れそうなのを一生懸命抑えてインタビューに答えてるのこれもよくわかるんです <laughs> ものすごいとでそれをもう全部再現なく喋ると教え守になっちゃうわけですよ <laughs> なのでなんかねあの僕らはやっぱアニメを見る側として特にその二十歳超えて三十超えてアニメ見るんだったらもっと読み取った方が面白いなっていうのが今回のこういう妄想シリーズみたいなものを視点というわけであります。 じゃあですね、次はですね、アニメを見て暇つぶしですね。例えばですね、設定を深く考えて遊ぶというやつで、あの、後ろに置いてあるんですけど、これカリオストン城のオートジャイロですね。多分、ルパン三世の時にも言ったと思うんですけど、後ろのプロペラっていうのは水力専用、つまり前へ進む専用で、ここに入ってるエンジンで回るのはこのプロペラだけなんですよ。 つまりこの飛行機は前にしか進めない。いわゆるヘリコプターのようにこのローターが回って垂直上昇するような機体じゃないんですね。置いたらわかるようにですね。ややお尻が下がって前が上がってるんですよ。つまり、こういうふうに前へ進むと、前からの風を受けて勢いでこいつが自然と回る。そうするとこれが巨大な翼の代わりになって揚力が発生して飛ぶっていうですね。だからついついみんなこれを見たら、 ヘリだと思っちゃうんですよ。この回転翼が回って飛ぶんだろうと思っちゃうんですけど、違います。この後ろのプロペラで前へ進んで勢いでこいつが回るだけっていうですね、仕掛けなんですよね。ここのところにすごい細かいんですけど、わかりますかね可変ピッチ機構って言ってですね、あのヘリコプターのローターを、あの角度を変える仕掛けがですね、まあ、わざわざ模型についてるで,ですね。宮崎駿この辺の設定までちゃんとしてますよね。これもね、あの、模型実際に作ってみると、 納得できるんですよね。つまり、コクピットがここってことは、ここに体を無理やりギュッとトイレみたいに押し込めて入れるわけですから、この機体全体はものすごいちっちゃいんですよ。で、ここにエンジンが4つついてます。で、ここから火を吹いて飛ぶんですよね。で、これ多分小型のロケットエンジンなんですよ。あの、 前ね、あの、大原先生、あの、映像系には手を出すの、大原先生が来た時に、大原先生が、ラムジェット、ラムジェットって言うからですね、もう、あの、あの時はですね、僕が考えてるのは、若手を、あの、ちゃんと、なんだろうな、よいしょしようっていう結構だったから、もう譲りました、正直。ラムジェットのはずがないんですよ。まず、ラムジェットっていうのは、マッハ3、マッハ三ぐらいでないと起動しないんですよ。だって、 圧縮空気、ジェットエンジンの圧縮空気の圧縮の代わりに超音速で空気が入るから圧縮されるというのがラムジェットなんですよ。ということは、マッハさんになってないとここのところのモーターが起動しないからラムジェットのはずがないというふうに思ってたんですけども、いや、そんな接待できるはずがないと言うんですけど、僕はそれぐらいの接待はできます。BS 漫画屋はではですね、石川獣に花を持たせ。<laughs> <laughs> ちゃんと対談でもですね、対談相手の方には必ず何か花を持って帰っていただくというのがですね、僕の持論ですので、別にあの反論していて構いませんけども、あの、ここのフィギュアのサイズ考えてください。このサイズ、このサイズでこのスケールでラムジェットできるはずがない。だって正面部の甲にマッハさんの風を当てなきゃいけなくて、そこから先圧縮しなくちゃいけなくてっていうことですよ。そんなもんをですね、なんで、 たかだか一番最初に初速のプロペラ回すために入れるんだ。とではなくて、これぐらいだったらですね、あの、脱出座席用のですね、一番小さくて安いロケットモーター組み込んだ方がいいに決まってるんじゃないかっていう。そしたら燃料のこととか考えなくてもいいしっていうのは、まあまあ、これは僕の考えです。というですね、ことも考えれるので、模型っていうのはですね、楽しいなと思います。えアニメのですね、まあ、他に画面そのものでも暇つぶしはできます。同じくカリオストロですね。 ゴート札の説明で、だいあの本編始まった後、55分後、十五分目ぐらいです。ゼニガタとルパンがですね、あの、カリオストの城の地下牢に落とされて、偽札工場を発見して、で、そこでルパンが言うんですね。かつて本物以上と称えられたゴート札の心臓部がこれだと。中世以来ヨーロッパの動乱の陰に必ず動いていた謎の偽金、ね。 ブルボン王朝を破滅させ、るナポレオンの資金源となり、1927年には世界恐慌の引き金ともなった歴史の裏,、えー、裏舞台、ブラックホールの主役、ゴート撮っていうふうに言うんですけど、その時にまあ流れる、流れるとか出てくる透明の一つなんですけども、これを見てもですね、やっぱ楽しめるんですよ。まず、なんか立っている軍人さん、軍隊はドイツ兵ですね、服からしたらですね。で、墜落している飛行機、壊れてる飛行機は、この、えー、イギリス空軍のマークですね。 だからまあ、イギリス空軍だ。って、爆撃機か輸送機だろうと。後ろに機銃がついてるから、これは輸送機じゃない、爆撃機だ。ということは、まあ、4連の機銃がついてるから、多分、イギリス空軍のランカスターか、もしくは、まあ、ランカスターだったら、ここのね、尾翼に垂直尾翼がね、ついてるから、あの、ウェイリントンか、まあ、どっちか、ウェイリントンの改造型かランカスターだろうと。多分、ランカスターだと思うの。という飛行機だろうと。ということは、この絵全体としては、イギリス空軍がゴート札、二札を、 輸送中に墜落して、それをドイツ軍が発見したり調査しているということになります。これをどう読むかなんですよね。もう本当にルパン三世の中ではちょっと出てくるシーンなんですけども、ヨーロッパ動乱の陰に必ずうごめいていた謎の偽金とていうふうにルパン言うんですよ。つまり第二大戦自体もゴート札で操ったカリオストロの国家の野望であったということですね。 そもそもですね、その第二次大戦っていうのは何か、第二次大戦というものが、自体が何かっていうと、第一次大戦でですね、負けたドイツに対するですね、あまりに莫大すぎる戦時賠償金ですね。つまり戦争に負けたんだからお前ら、えー 他の国がですね、勝った国がですね、あの、受けた被害に対して金を払えって言って、ドイツにですね、ものすごい過剰な賠償金の要求をしたんですね。で、国土が破壊されてですね、国家予算の数倍とも言われるですね、賠償金を払わされたドイツはですね、未曾有の不景気になったんですよ。ちなみにこの賠償金、あまりに莫大だったため、まあ、今のお金でですね、3兆円とか4兆円ぐらい、まあ あの、今のお金というのは、まあ、えっ、ー、とね、13兆億円か、1300億ドルぐらいだったと思うんですけども、ちょっとすみません、細かい数字忘れました。<や>ようやっとですね、ドイツがこの第一次大戦の賠償金を払い終わったのが2010年なんですよ。つい10年前にドイツがヒー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 ってやっと払い終わったぐらいなんですよね。で、この時ですね、ドイツはですね、世界の歴史に残るぐらいのですね、まあ、大インフレをですね、経験しました。 大次大戦後のですね、まあ大体5年後のドイツですね、1923年はですね、手押し車の年というふうに言われて、パン一斤ですね。まあつまり、あの、パンの本当に一塊、食パンの一塊を買うのに、手押し車で札束を運ばなきゃいけないというぐらい、それぐらいですね、すごいインフレに見舞われたんですよ。10月にはですね、インフレ率が3万になりました。3万って、まあ普通使わないんですけども、物価はですね、大体4日ごとに倍になるんですよ。 だから、一つもの値段が4日後には倍になってるんですよね。で、1ヶ月でですね、大体物価は300倍になると。これがもうずーっと続いたんですね。で、やがて物価はですね、分単位でですね、1分単位で変化するようになってですね、ビール2杯注文したら1杯目と2杯目で値段が違うとかですね、あとコーヒーですね、あの1杯5000マルクのコーヒーが、 5000マークだったんですけど、飲み終わった頃には8000マルクになってた。なので、客はみんなレストランで注文したら、注文した瞬間に金を払おうとしたというですね。これ本当に、本当は話ですそんなですね、ハイパーインフレ状態だったんですよね。まあ大体レストランで1回食事するのにですね、4kg ぐらいのですね、竜田が必要だったんですけども、あの、この辺のですね、その、 国の景気が悪くなるとインフレになって札束の価値がどんどん下がっていくっていうのは紅の豚の中でもですね、ポルコがですね、金を払うときにカバンの中からどん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 出さなきゃいけなかった。あれを見てるとポルコがまるですごい大金払っているように見えるんですけども、あの宮崎駿にとってあれは、ほら、知ってるでしょ皆さん、この時代のイタリアって超インフレだったじゃないですかという、まあギャグシーンなんですよね。<laughs> ああ、だからあんなに札束があるんだっていうようなギャグシーンなんですけども。 このですね、第一次大戦後のですね、ドイツのハイパーインフレというもの自体が、実は、えー、カリオストロの仕業というより、ここに書かれているのは、イギリスの要求によってですね、ドイツマルクの偽札を大量に作っていた。その証拠をですね、ドイツ軍が掴んだ瞬間っていう。 話なんですよ。つまり、本当はですね、大事次大戦の賠償金とはいえ、あんなに物価が上がるはずがない、インフラが起こるはずがなかったドイツにですね、実はイギリスからの依頼で、だからイギリス空軍が関与してるんですね、えー、ドイツの偽マルクを作って、そしてドイツの国内でばらまいていた。おかげでイギリスはですね、不当に国力を削がれてしまって、その間にですね、イギリスがドイツのかつてのですね、植民地を次々と奪おうとしていたというですね、まあそういうからくりをですね、書こうとしてるんですね。だから この絵になってくるということなんですけども、まあ、あの、ヒトラーがですね、じゃあなんでカリオストロのですね、この陰謀を暴かなかったのかっていうと、もちろんヒトラーもこれを知ってからカリ,あのカリオストロ広告に対して発注かけて、例えばイギリスポンドとかですね、アメリカドルの、あの、まあまあ、偽札を発注したんではないのかっていうのが、まあ、後に出てくるですね、あの、 ゼニガトのおっちゃんがですね、そこら中の国の、まあ全ての国のと言ってもいいですね、偽セを次々と発見するんですね。それがカレオストロがやってたことだというシーンにつながるんですけども、ちなみにこれあの1940年代の記録写真ということになるんでですね、カレオストロ伯爵が悪事をやっている、いわゆるカレオストロのですね、あの王様を殺してクラリスを修道院に入れてるのはるか前の話なんですよ。つまり、 これってあの、クラリスのお父さんとかおじいさんが起こした事件なんですね。だからカリオストの城の中ではですね、映画の中でクラリスっていうのはすごい清純な悪いことをしないみたいな女の子に書かれてるんですけど、どうしてどうしてそのお父さんやおじいさんっていうのはですね、第二次世界大戦を起こすというかですね、ドイツ国民をもう本当に貧困の底に叩き落として、後にファシズムを生み出すようになって、その後に第二次大戦を引き起こすようになったというですね、大悪人の黒幕であるというような書き方をしてるんですね。 だからその宮崎駿はあえてクラリスの光の部分だけを取り上げて今回はラブロマンスを作ってみたっていうふうにあのインタビューで言ってるんですけどもそういうのがですねわかるんですよねあのまあまあ綺麗なだけの姫様ではありませんとでアニメを見てですねこういうあのセリフに出てこない作者の設定ですね掘り出したり考えたりするのもまあ僕にとってはですねあの素敵な暇つぶしなんですよねあの実はですね2020年の4月12日にですね配信した え、岡田俊夫ゼミ第330回素敵なあの暇つぶしという回があるんですけど、まあコロナの中でみんな頑張って面白い暇つぶし楽しもうよという中でですね、カリオストの城に登場するオートジャイロという乗り物について語ったんですね。で、そのオートジャイロという乗り物のですね、翼の端、回転翼の端についているロケットエンジンみたいなものはですね、あのラムジェットのはずがないって話をしたんですよ。というのはちょうどその頃ですね、あの映像系に あの、には手を出すのもですね、作者の大隅さんがいらっしゃって、で、僕と、あれはラムジェットだって大隅さんが言って、僕はラムジェットのはずがないっていうですね、まあ、まあなんかこう、議論したんですよね。で、僕としてはですね、ラムジェットっていうのは、起動するためにですね、あの、膨大な量の空気を前から入れるしかないと。普通のジェット機とラムジェットの差っていうのは、普通のジェットエンジンっていうのは、中にプロペラがいっぱい入ってて、それが超高速で回転して、そいつが空気を圧縮してくれるんですよね。 ところが、ラムジェットっていうのは、その回転するいっぱいのプロペラがない。構造が簡単なんですよ。その代わり、普通のジェットエンジンっていうのは地上で速度0から起動できるんですけど、ラムジェットっていうのは、マッハ1を超えないと、まあそれぐらいのスピードでないと起動できない。そのぐらいの勢いでもあらかじめ前から風が入ってくる状態だと起動できない。そういうね、かなり不便なジェットエンジンでもあるんですね。なので、 音速以下では起動できないのでですね、カリオスの後ろの中で、ローターが一番最初にしてプロペラがぐるんぐるんと回るときにですね、そもそもラムジェットエンジンが点火できるはずがないと。まあ、僕の方は僕の方で、まあ、飛行機マニア的なツッコミなんですけどもですね、ところが、で、まあまあ僕,僕としてはですね、それをまああの4月12日の放送でも言ってですね、大隅さんのいないところでさらに上から被かせるように、ドヤ顔で言ってですあ、ね、あ、絶対違うんだよというふうに言ってたらですね、ところがミネルバコさん、 他、いろんな方からの投稿がうわーっと来てですね、えー、双葉社から出ていたですね、100点ランドアニメコレクション、ルパン三世カリオストン城の78ページ、これ、持ってきました。78ページですね。ここにですね、オートジャイロですね、ラムジェットってきっぱり書いてあるんですよね。<laughs> ま、あ、こんなにきっぱり書いてあったら、それはもう僕の <laughs>、ま、間違いですよね。あの、大塚さんが書いたのか、宮崎さんが書いたのかわかんないんですけど、 何きっぱり書いてやるんだから。ああまあ、ラムジェットですかと。まあ僕としてはせいぜい言える巻き惜しみは、大塚さんも宮崎さんも古いメーカーは詳しいんだけど、あの最新のメーカーはなんかピントずれてるなってぐらいしか言えないんですけども、設定に書いてるんですから、それはもうカリオストロ白尺のね、あのー、ラムジェットは、あのー、速度0でも起動できるいいラムジェットなんでしょう。 もう、負けです、すいません <laughs>。さらにですね、もうそれだけだったら、畜生とかって思いながら、ああ、宮崎駿は詳しくねえな、とか言ってたらいいんですけど、次はですね、オレンジさんという方がですね、投稿でですね、あれはね、あの、自由航空研究所がですね JH、JHX3 ヘリコプターっていうのを作りましたと。で、1952年にですね、設計して1955年に一期製作しましたと。各ローターの先端にラムジェットエンジンを装備してますというふうに教えてくれて、本当かよと思ったら、本当だったんですよ <laughs>。 <laughs> <laughs> ちゃんとあってですね。このラムジェットの形が彼ロのオートジェイロにもう本当にそっくりなんですよ。もうこうなるとグーの根も出ないということで,ですね。えー、散々ですね。あの僕一人が騒いでいた、あれはラムジェットな、あるはずがない。まず大、大隅んああ、君、あの映像 んでね、なんかね、ヒットして気を良くしてるようだが、そういうところはまだまだ甘いねと言って、で、次にそれが論破されると、宮崎駿と、あの、お付き合君たちはね、アニメーターとしてはね、超一流だけど、ちょっとね、こういう最先端の目がね、弱いねって言ってたら、証拠付きですね。あるじゃん。ただ、 ただ、まだ僕の一,一流の望みとしては、制作されたとは言ってるんですけど、飛んだとは書いてないんですね。無理だと思うよっていうのが、まあ僕の意見なんですけど。まあ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 、この辺もですね、えー、楽しく負け惜しみを言ってると思ってください。えーまあ、言いました。カリオストロのオートジャレについてるのはラムジェットです。えー、申し訳ございません。と、今、YouTube で、エルパン三世パート2の第145話、死の翼アルバトロスが、 無料で公開されています。今日はちょっとこれを話してみようと思うんですけども、死の翼アルバトロスというのはですね。1980年7月に放映された宮崎駿監督絵コンテの作品です。カリオストロの城がですね。79年12月ですから、それの半年前なんですね。つまりルパン三世のですね。死の翼アルバトロスというのはテレビシリーズでありながら、カリオストロの城をやった。半年後にですね。 カレオストンしろっていうのはもう何回も話してる通り、東宝がですね、始まって以来のですね、赤字になったっていうですね、今でこそ名作面白いアニメと言われてるんですけど、当時は本当に記録的に劇場に人が入れなくて大赤字になって、で、えー、宮崎駿はですね、それのおかげで、 アニメ界からですね、干されたというふうに本人は言ってます。干されることになったですね、仕事がなくなることになった作品なんですね。でありながらですね、パレストの城を作ったスタジオっていうのは当時、ルパン三世のテレビをやっていたプロデューサーたちと契約があったのでですね、仕事を回さなきゃいけないってことになった。 なので宮崎駿のところにですねまあ2本やらないかというかですね、えー、まあまあスタジオも仕事困ってたんですね2本だけ仕事を受けることになったんですねその時にですねまあ大揉めに揉めながらですね作ったのがですね「死の翼アルバトロスと」とあと最終回の「サラバイとシノルパンよ」ですありがたいことに YouTube でですねこれあのもう全編かなりいい状態の映像でですね配信されてますので皆さんですねぜひ見てください今あのこれの裏話とかをですね 宮崎駿は大塚安生側から出る話というのはだいたい出尽くしてるんですね。こういう状況だったと。で、そうじゃなくて、ルパン三世側のスタッフ、現場スタッフからの、まあ、あの、文句というかですね、宮崎駿に対する恨み事っていうのがですね、いろんな本で見つかり出しているので、それはまた今度、あの、まあ、なんかの時に出そうと思います。具体的に今のうちに行っちゃうとどういうことかっていうと、現場は現場で製造ラインというのを組んでるんですね。で、製造ラインというのを組んで、 でテレビシリーズで混乱しないように監督はこの人、脚本チームはここと。だから、やりたいアイデアがあったら演出、監督の人はです、ね、脚本チームに発注して脚本チームから上がってきたものを違うと思ったらリテイクを出してっていうように対話して社内で作るシステムで作るってことをやらないとできないと,ところが宮崎駿がやったことはです、ね、その脚本家チームにまず発注せずに自分でやり出しちゃうと後に脚本家チームに発注したらあれこれ文句を言って で書き直しなのかなと思って脚本家チームが準備してると実はいつの間にか宮崎駿が勝手にですね自分で別の人に脚本発注したりしてるとそれでは会社の仕事にならないというふうなことを言ってもですねなんかもうズルズルズルズそれで現場でやられてしまったというようないわゆるんでしょうねこれアニメ界に、ね、あのよくある話なんですけどこちら側からあんまり語られないんですねつまり品質を上げるためにいいものを作るためにシステムを破って会社のみんなに迷惑をかけるっていうのは 実は宮崎駿が手塚治虫をさんも批判するときに使った言い方なんですね。アニメ業界全体で労働運動みたいなことをしてみんなの待遇上げなきゃいけないのに勝手に自分が鉄腕阿童もやりたいからといって。 そんななんかルール違反やりやがってっていうのが文句なんですけどもルパン三世の時は宮崎駿がそれを本当にやっちゃってるというですねまあここら辺でですねいろんな記事とか見たりですねブログとかも読んだらですね宮崎駿はやはり老害だって書いてる人がいるんですけどとんでもないこの時は宮崎駿は若手ですから宮崎駿は老害ではなくて昔から迷惑なやつなんですよ、ね、昔から頑固で迷惑なやつで,でおまけになのに才能があるっていうですね困ったやつだったわけなんですね。 こ、まあ、この時にですねその宮崎駿がどうやってアルバトロスで作画枚数も他の3倍以上使ってですね好きなようにやったのかというとトップととに交渉すするってことなんですね。トップの偉いさんと宮崎駿がですねじに交渉してどんどん自分に有利な条件とかを手に入れる。 この交渉術は実はその庵野秀明に引き継がれてです、ね、庵野秀明もです、ね、やりたいことをやるときはじか、ね、にトップと交渉するというようなことをやるので <laughs> 間に挟まれて樋口信次はです、ね、苦しむということになるんですけどもです、ね、そこら辺もです、ね、なんかちょっと面白かったですねその本を読んでると。「死の翼アルバトロスのです、ね」の見どころですけども基本的にはです、ね、カリオストロでやり直したことを全部やるっていうのがアルバトロスのだろう目標なんですよ。 これあのまあ、ちっちっゃいですけどねあの。アルバトロスの模型で全然いいの出て,きて,な,い出てないんでこれを使わざるを得ないんですけどアルバトロスというです、ね、巨大な飛行手が出てくる話でしてカリオストロでやりなしたことを全部やると。例えばこの 巨大飛行艇アルバトロスとですね、あとルパンたちが乗っている小さい飛行機とのですね、空中戦、で、ちっちゃい飛行機がアルバトロスの胴体にドーンと突き刺さって中を走るとかですね、そういうのはですね、実は未来少年コナンの巨人機ギガントと、あと小型機ファルコで、まあ、そっくり同じことをやってるんですけどもですね、全部それは、 ルパン3世、カリオスの城の中ででやりたかったことなんですね、まあ。どういうことがやりたかったのかっていうのは2018年3月18日のゼミの後半で語ってます本当はカリオスソン城のクライマックスはこういう巨人機が出てきてでルパンたちが乗っているあのオートジャイロと空中戦やるはずだったっていう話なんですけどそれは2018年3月18日のゼミの後半で語ってるのであのそっちの方を見てくださいそれが1つ目ですねで2つ目カリオスソでやり残したことは 正義の味方としてのですねルパンを語りたいと実は宮崎駿はですね「ルパン三世パート2」という企画に大反対だったんですねパート1の前半はですねあらかじめ準備していたですね金持ちでおしゃれな泥棒がですね次々とまあ犯罪をするというような話だったのがですね、えー、後半宮崎駿高畑勲がですね内容に入ってからパート1の話ですよルパン三世テレビシリーズのパート1の後半はですね なんかちょっと貧乏くさくなって車もベンツからフィアットの小型車になってきてもう贅沢をやり尽くしてるので金をバブルに使うのは飽きたとそうじゃなくてこじんまりとした生活でやっていこうというようなルッパンになってきて宮崎ところがですねこの第1シーズンのルッパンは視聴率が悪かったためですね それが原因で高畑宮崎のところに演出が行ったんですけどもですねそれでもです、ね、視聴率が上がらずに打ち切られてしまったでその数年後1972年かなあの「ルパン三世」のパート2が始まったんですけどもこの時のですねパート1の後半に宮崎駿は思い入れが強くてでどんな思い入れかというともうルパンは泥棒とかをしなくていいんじゃないかってそういう悪いことをするやつがかっこいいという時代がもう古いとそうじゃなくてもっと社会の悪者たち 戦争とか組織犯罪とかそういうものに対して盗みを働くようなルパンでありたいっていうようなの正義の味方としてのルパンを描きたかったとこの辺が死の翼アルバトロスの中では原子爆弾原爆をなんかこう憎むルパンとして出てくるんですねこのあの正義の味方としてのルパンっていうのがここのアルバトロスの中でも主軸になっています例えばルパンのセリフでですね原爆っていうのは小さく作るのが難しいんだぜっていうのがありますこれ、どういうういい意味かっていうと アルバトロスの中に出てくる悪役ロンバッハ教授ですね。ロンバッハ教授が自分の原子爆弾を取り出すシーンなんですけども、細長い筒型の原子爆弾です。でこれ何かっていうとですね、プルトニウムではなくてウランを使った、あのいわゆる広島型原爆なんですね。 原爆というのは、確かに小さく作るのは難しいです。本来だったらは、ですね、原子爆弾というのは、ウラン二・三五だったら四十五キロ、四十六キロぐらいか。で、プルトニウム二・三九だったらですね。だいたい十キロぐらい集めると、まあ、この状態で自然に爆発するんですよね。そんなたくさんですね。あの核物質を集めるのも大変だし、爆弾としても使えないので。 タンパーと言われる反射材というやつで核物質全体を覆って中で反射させることによって大体爆弾にしたらプルトニウムだったら15キロウランだったら5キロぐらいでできるんですね広島型のです、ね、原子爆弾の場合はウランの質量は500グラム程度じゃなかったかというふうに言われてますロンバッハー教授のです、ね、核爆弾というのは明らかにこの形からしたらウランを使ったガンタイプここにあの図解がありますガンタイプっていうのはウランのですね半球形にした塊が2つあって 片一方に爆薬を置いて、この爆薬を爆発させることによって強制的にガーンとくっつくわけですね。で、このくっつくことによってですね、まあ、臨界量にはまるで足してないんですけども、中央でですね、このイニシエーターというのは中性子を発生させることによって臨界反応を起こさせるというですね、まあ、そういう仕掛けです。ルパンがですね、これはよくできてるぜ。点火プラグだと言ってるのはおそらくこの中性子イニシエーターと爆薬との時差を作るためのプラグだと思います。これ 爆弾を爆発させて、爆薬を爆発させて、ウラニウムが1つになった瞬間にこのイニシエーターから中性子が出なきゃだめなんですよ。ということは、爆薬が爆発してから、このウランの半分の塊がここのぶつかりに行くまでにですね、数万分の1秒のズレがあるはずなんですね。だから 火薬に点火して、それの数万分の1秒後にですね、次は中性子を発生するっていうのが点火プラグの役割になるんですね。まあ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 、それの仕掛けというのは割と複雑なもんだなというふうに思います。これがですね、その宮崎駿がですね、やろうとした正義の味方としてのルパンですね、こういう原爆を許さないと。3つ目のですね、あの、アルバトロスでやろうとしたことは、ルパンは貧乏であるべきという美学です。金にうんざりしたルパンっていうのをやりたいと。 1> 第1シリーズでもです、ね、初期の段階はです、ね、ベンツ SSK に乗っているんですけどもその次にです、ね、小型車のフィアットに乗り換えることになりますでカリオストロの城でルパンたちがです、ね、フィアットになっているのはです、ね、そのこだわり方ですね死の翼アルバトロスでもです、ね、冒頭でルパンたちが乗っているのはです、ね、これが中間着なんですねベンツ SSK の後ろにです、ね、貧乏臭いキャンピングカーを引っ張っているんですよこの2つがです、ね、過渡期であるというんです。 もう宮崎駿の中では実はもうルパン年表ができてるんですね。この時期ベンツ SSK、この時期フィアット。ということはこの間、アルバトロスというのはその中間期だから、ベンツ SSK に貧乏なキャンピングカーを引っ張ってて、キャンピングカーの中、ドアの中にルパンがランニングシャツと捨てテ,テコで座ってて、その上にパンツが干してあるという指定があるわけですね。この書き方がそのちょうどあの貧乏を楽しみ出してる頃のルパンなんですよね。 年代はですねだからこれでわかる通りカリオストの城の数年前でまだルパンとフジコが付き合ってる時代だったんですよカリオストの頃になるともうフジコとは腐れ縁のようになっていて昔付き合っていてもう別れたっていう設定が宮崎駿の中ではっきりできているんですねあの脳内にはっきりあのルパンの年表があって泥棒として贅沢をしてて華麗に活躍してたのはルパン三世がですね漫画連載をしていた1967年から69年 5年後のですね、1972年、テレビの第1シーズンの後半っていうのは贅沢に飽きてフィアットに乗っていると。アルバトロスっていうのはですね、その時代あたりが舞台で、第2シーズンの最終回になってきて、さらば愛しきルパンの時にはですね、字幕ではっきりと1981年っていうふうに出てくるんですね。つまり、人前に姿を見せなくなって、ルパンはもう10年間人前に姿を出してないと、死亡説さえ出ているっていうのが、これが当たり前になってきたルパンが、 ついに帰ってくるという話がさらば愛しきルパン用なんですよ。 それはもう公式設定でも何でもないんです。宮崎駿の脳内だけなんですね。だから宮崎駿の脳内だけなんですけども、それをまあセリフとか演出で、ルパンの第2シリーズに出てきたルパンは全部偽物で、最終回に出てきたルパンだけがルパン第2シリーズンの本物ですっていうふうにやっちゃったもんだから、もう現場のスタッフからもうもちろん貧粛だし、でも宮崎駿はこれはやらなきゃいけないんだって言ってたんですけど、後にさすがの宮崎も反省してですね、あれはあんなことまでは言うべきではなかった。その第2シリーズン 全てを否定したのはやりすぎだという風にあの言ってるんですけど、そういう話です。ルパン3世のですね。死の翼アルバトロスですね。3つのやり残したこと1つ目空中戦2つ目正義の味方としてのルパンえ3番目貧乏でまだ不二子が好きだった頃のですね。ルパン、この3つがカリオストの城でやり残したことだそうです。 その他にですね、このアルバトロスのです、ね、翼の中にですね、原爆製造プラントがあるっていうのとかですね、あとこの頭のところがですね、乗り込み口があるとかですね、あと初登場のシーンはこの正面でシャッターがこう閉じてて、このシャッターがぐわーとンと左右に開いて出てくるというのはですね、全部あの風立ちぬでですね、同じようなシーンであのリメイクしてますから、そこら辺も楽しみどころだと思います。あとですね、 そのアルバトロスに乗り込むときのですね、小型機ですね。この小型機、あの、スパッツと言われるですね、あの、着陸客にあの風防がついててですね、何かこうガルウィングでですね、エンジンのカウリングがちょっとでかい機体というのは、これ何かっていうとですね、まあ形としてはですね、 あのフィアットという会社の飛行機に似てるんですけどももちろんこれはです、ね、風立ちぬで次で郎、ね、が最初に作って醜いアヒルというふうに言われたてた7子短座戦闘機とてやつとです、ねまあ、形を合わせてるわけですね。こ,こら辺の辺のあたりの後に風立ちぬに出てくるメカとかあの演出が出てくるというのもです、ね、あの楽しみ方だというふうに思います。 ちなみにです、ねあの、この中に出てくるロンバッハ航空博物館っていうのはイタリアの北部のトレントに実在するです、ね、カプローニ航空博物館がモデルになってますカプローニ航空博物館も空港と博物館がくっついた、まあ、ちょっとちっちゃい博物館なんですけどそこら辺もですね、えー、楽しめたらいいのではないかというふうに思います岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございますではではよろしく